人生、さあありすぎ。生存してるだけマシか。そう言って下品に笑う同級生。昔のこととはいえ、俺はどうしてこんな女を好きになったんだろう。貧乏が映るから消えて。何も言わない俺に、さらに見下したように言ってくる同級生。そう言うが、いくら今がアルバイトと言っても生活に困っているわけではない。それを言おうとしても、彼女は俺の話に耳を貸そうとはしない。どうしたものかと考えていたとき、遅くなってごめんなさい。遅れてやってきた妻が俺たちの間に入った。あら、富士の里旅館の館長の奥様じゃない。あ？この後、妻が放った一言に同級生は驚愕。転落の道を歩んでいくことになる。俺は浅野博人。アラフォーの既婚者で、今は惣菜工場でアルバイトをしている。今でこそアルバイトの身だが、これでも少し前は庶民的な飲食チェーンで正社員をしていた。しかし、世界的な感染症の影響で外出を控える風潮などにより、チェーン全体の経営が悪化してしまった。そして、俺は経費削減という名目でリストラされたのだ。実を言うと、俺は自分がリストラされるとは思ってもいなかった。就職以来、同期の誰よりも真剣に仕事に向き合ってきた自負がある。自分なりに改善もしたし、それが実を結んだこともある。時には遅くまで残業もした。昇進も同期の誰よりも早かった。昇進していたからこそ、経営会議にも参加させてもらっていた。そこで経費削減の方法について自分なりの意見を出した。若手やバイトの賃金は変えず、仕入れる食材のレベルも変えない方がいいです。下手に変えてしまえば、まだ残ってくださっている顧客の方も離れてしまう可能性があります。それに大事な人材を失えば、立ち回らなくなるのは明白です。では、どうするつもりだ。自分を含む役職者の賃金を減らすことで、経費削減を図ります。俺としても、給料カットを言い出すのは辛かった。だが、お客様や現場で頑張ってくれている部下のことを考えて意見したのだ。しかし、俺の意見に役員たちがぶち切れた。我々の給料を削るだと？ふざけてるのか。それで経費削減したところで、それでは意味がない。役員たちは自分たちの利益のことばかり考えていた。そして、俺はその月のうちにリストラ対象にされてしまったのだ。まあ、そのチェーン店は後に潰れたので、どのみち職を失うことになったのだが。同期の話によると、俺が辞めさせられたことで、明日は我が身と思った同期やまともな職員が辞めた上に、賃金が下げられたバイトたちも次々辞め、食材もグレードを下げたことで、残っていた顧客も離れていった。俺が想定していた最悪の状態になったらしい。とはいえ、急遽リストラされた俺より、まだ転職の準備ができた同期たちとはスタート地点が全然違うのだが、何かあれば相談に乗るからな。ありがとう。同期のみんなは俺のことを気にかけてくれるが、彼らもこれから大変だろうと、俺は自力で頑張ることにした。正直、今回リストラされたのはすごく悔しかった。だから、それをバネに俺は就職活動に励むことにしたのだ。俺はリストラされた後でも、日常の食に関わる仕事がしたいと考えた。他の飲食チェーンに応募していたが、アラフォーという年齢もあり、すぐには決まらなかった。そこで、俺は就職活動をしながら、惣菜工場でアルバイトをすることにしたのだ。あんまり無理しちゃダメよ。大丈夫。それじゃ、行ってくるよ。就職活動とフルタイムのアルバイトを両立させる生活は厳しかったが、人間の基本である食に関わる仕事がしたいという気持ちには揺らぎがない。それに、リストラされた後も
俺を支えてくれる妻のマキも、俺を応援してくれたので、俺は自分を貫くことができた。知り合いや元同期たちの中には、別ジャンルの飲食でよければ紹介できるけど、そう言ってくれる人もいたが、俺はそれを断り続けていた。君にも迷惑をかけてしまってすまない。いいのよ、別に。私はあなたのやりたいことを応援したいの。リストラされた時は、正直、マキと別れるべきだと思った。それでも、彼女は俺と離婚することは絶対になかった。私はあなたと一生添い遂げたいと思って結婚したのよ。リストラぐらい何よ。それに、支え合うって結婚するときに誓ったんだから。そう言って笑うマキの存在には心から救われた。本当にいい人と結婚することができてよかったと、マキには日々感謝している。ここまで高級すぎない、基本的な食の仕事にこだわるのには理由があった。高校の頃、俺には好きな人がいた。沢田優子という同級生で、彼女は華やかでみんなの中心にいるような人物。取り巻きも多く、彼女の周りには常に人がいた。そんな彼女に告白するのは相当の覚悟が必要だったが、俺は思い切って告白したのだ。すると優子は、ヒロトって料理はできるの？そんなことを聞いてきた。内心なんでそんなことを聞いてくるんだろうと思っていたが、当時全く料理ができなかった俺はそれを隠すことなく正直に答えた。俺料理とかは全然できないけど。じゃあダメ、これからの時代料理もできないような男子は嫌なの。そう言って俺は振られてしまった。その言葉に俺はひどく落ち込んだ。しばらく何も手につかず、食事もろくに食べれなかった。そうやってしばらく落ち込んだ後、料理が苦手な人でも外食や昼食で十分な栄養をもっとお手軽に食べれるようになればいいのではと考えるようになった。そしてじゃあ自分がそういった外食や昼食を提供する仕事に就こうと決めたのだ。その夢に向かって励むことで、俺は失恋のショックを消化したのだった。実際に食の仕事に就くと非常にやりがいがあり、天職だと感じていた。今はもちろん優子への未練など微塵もなく、天職に導いてくれた感謝だけが残っている。それにその夢を目指したことで、その過程でマキと出会うことができた。マキに出会えたから多少不安があるが、幸せな家庭が築けているのだ。そんな折、高校時代の同窓会のお知らせが届いた。同窓会か、優子も来るのかな。俺は優子のことを少し思い出した。高校卒業後から会ったことはないから、振られた時のことくらいしか思い出せない。当時キャピキャピだった彼女も落ち着いた大人の女性に成長しているはず。そうだとしたら、あの時のことも懐かしく話せるはず。あの頃は俺が一方的に気まずく思っていたが、今の俺は未練もないから、旧友として思い出話ができるかもしれない。そう考え、忙しい日々ではあるが参加することにした。しかし、優子は全く成長していなかった。わあ、懐かしい。相変わらずみんなしょぼくれた顔してるわね。高校生の頃と同じように華やかではあるが、大人の品格のない強制をあげてはしゃいでいる。私はね、金持ちの旦那と結婚したのよ。さらに優子は自分が玉の輿に乗ったのだとみんなに自慢していた。そのご自慢の優子の旦那は高級旅館の館長で、もうすぐここに現れるのだという。今回の同窓会は家族同伴で、同窓会に家族連れで参加している人も多くいる。私の旦那はね、私がお願いすればブランドバッグとかすぐに買ってくれるし、私の行きたいところに連れてってくれるのよ。旦那がいかにいい暮らしをさせてくれているかを延々と話してくる。そんな彼女に
みんな呆れ、高校時代とは真逆で、優子の周りには人が寄りつかない状態だ。ほんと、あの時、ヒロトなんかと付き合わなくて正解だったわ。その言葉に、同級生たちが気遣うように俺の方を見た。そんな周りに苦笑していると、優子は俺の方に近づいてきた。噂で聞いたんだけど、ヒロトってリストラされたんでしょ？まあ、そうだけど。今は何してんの？もしかしてアルバイトしてんの？そうだな。俺の言葉に、優子は見下したように笑ってくる。昔はこんな下品な笑い方をするようなやつじゃなかったのにな。人生さあありすぎ。生存してるだけマシか。おい、いい加減にしろよ。ヒロトは会社と部下を守ろうとしただけだ。それで自分勝手な役職者にリストラされただけだ。お前にどうこう言える権利はない。優子にそう言ってくれたのは、同級生時代の親友の安藤智也だった。智也とは今でも交流があり、俺がリストラされた際にいろいろと相談に乗ってくれた相手でもある。そんなの関係ないわ。うまくやらないこいつが悪いのよ。お前な、貧乏が映るから消えて。そう言って、しっしと虫を払うように手で俺を返そうとする優子。そんな優子にムッとする智也を制して、一応説明しようとする。別に、フリーターの言い訳なんか聞きたくないわ。アラフォーでアルバイトとか、本当に悲惨よね。別に生存できないほど生活に困っているわけではない、と言いたいのだが、優子は全く聞く耳を持たない。一方的に俺のことを馬鹿にしてくる優子。ちょっといい加減にしなさいよ。子供だって見てるのよ。みっともないと思わないの？そんな優子に周りも止めてくれようとしていた。しかし、優子の勢いは止まらない。本当のことでしょ？あ、みんな私に嫉妬してるんだ。金持ち旦那を捕まえた私のことを。むしろ、周りが入ってきたことでヒートアップしていた。それに、どうしたものかと思う。俺がここで帰ったところで、同窓会の空気は最悪のものになるだろう。開始早々に優子の自慢が始まったせいで、まだ智也とも他の同級生とも思い出話ができていない。せっかくの機会だから話をしたかったんだけど、そう思っていた時だった。遅くなってごめんなさい。そこに俺の妻であるマキが現れた。みんながマキに視線を向けている。まあ当然だろう。マキはいかにも大和なでしこといった着物美人で、穏やかながらも凛とした雰囲気に俺も最初は見とれてしまったものだ。優子は綺麗に微笑みながら俺の隣に並ぶ。ごめんね、旅館の一つでちょっとトラブルが起きちゃって。いいんだ、遅れるって聞いてたし。謝ってくる牧に俺も微笑んで首を横に振った。彼女が隣にいるだけで、優子から受けたイライラも帳消しになるような気がする。そういえば、あの人も遅いわね。何をしてるのかしら。そんな俺たちを見て、優子は自分の旦那に電話をかけたようだが、出なかったのだろう。明らかに不機嫌な表情になる。あら？藤の里旅館の館長の奥様じゃない。は？その時、マキが一歩前に出て、優子の顔をまじまじと見る。一方で優子は心当たりがないのか、はてなはてなとなっていた。そんな彼女にマキは名刺を差し出した。浅野マキ専務？まさかあの浅野専務？うちの旦那のとこの旅館チェーンの創業者の孫娘の？改めて浅野博人の妻の浅野マキです。おっしゃる通り、旅館チェーンの専務をしております。困惑する優子に、マキは冷たく微笑んだ。優子の言っていた通り、妻のマキは実は大手旅館チェーンの創業者の孫娘だ。彼女とは大学時代に飲食バイトで知り合った。ヒロトさんって仕事熱心ですよね。ありがとう。俺には目標があるからね。そうなんですか？よかったら教えてくれませんか？
俺の目標を聞いて、すごい、素晴らしいと言ってくれた彼女に惹かれ、彼女もどんな仕事でも真剣に取り組む俺を見てくれて、俺が告白して交際するようになった。大学時代は普通に付き合い、就職後に彼女にプロポーズし、そして彼女に家に挨拶に行った際に、初めて彼女の正体を教えられた。仕事自体は牧が継ぐのもあり、ご両親がお互いに好きなら家柄とか関係ないと言ってくれたのもあり、俺たちは無事に結婚した。そして今でも幸せな夫婦生活をしている。そんな牧は大手旅館の専務として仕事をしている。藤の里旅館はその旅館チェーンの中の一個だった。懇親会でお会いしたことがあったのですが、奥様は覚えていなかった様子ですね。申し訳ありません。チェーン内の懇親会などで何度か見かけていたらしく、マキは優子のことを覚えていたが、優子はマキのことを忘れていたらしい。じゃあ、私は旦那の会社の専務の夫をバカに？自分の夫の会社の専務、イコール、さっきまで自分がバカにしていた俺の妻であることを理解したらしい優子の顔が、みるみると青くなっていく。それどころか、ガクガクと震え出す姿に笑ってしまいそうになってくる。そんな俺に気づいているのかわからないが、マキはさらに冷たい視線を優子に向けた。実は、私が遅れたのは藤の里旅館で今大きなトラブルが起きてまして、その対応をしていたからです。大きなトラブル？それであの人も来れないの？ええ、何せ当事者ですからね。大規模な帳簿の改ざんが発覚したんです。え？言われた言葉に優子は言葉をなくして固まった。そんな優子にマキはにっこりと笑う。あなたの旦那さん、旅館のお金を横領してました。そんな嘘よ。そんなの嘘、絶対に違う。いや、告げられた事実に優子は反響欄で同窓会会場を飛び出していった。多分例の旦那の元に向かっているのだろうが、マキの言葉通りならもう捕まっているだろうが、あなたがあの人に見下されてたから頭に来ちゃって、ちょっと言い過ぎたかしら。そう言って今度は朗らかに笑うマキ。あ、でも横領の件は事実よ。そうなんだ。その後、優子の夫は懲戒解雇になり、優子は玉の輿から一転、借金返済人生を歩むことになった。あれだけ金持ち自慢をしていたこともあり、彼女を助ける人は誰もいなかった。まあ、他人をあれだけ馬鹿にしたんだ。自業自得だろうな。同窓会会場では、優子が出て行った後は落ち着いた楽しいおしゃべりが繰り広げられていた。ヒロトの奥さん、すごい美人じゃん。そうだろ？俺も初めはこんな綺麗な人と付き合えるなんて思わなかった。本当に優子に振られてよかったよ。あなたは何事にも真剣でとてもいい人よ。彼女はそれを見抜けなかった。きっと本質がわからない人なのね。ま、そのおかげでヒロトと結婚できたのだけど。そう言って笑うマキ。それに友也や周りが本当にいい奥さんだと言ってくれた。友也だって奥さんと幸せそうじゃん。まあな、今度三人目が生まれるんだ。あら、それはおめでとうございます。そばにいなくていいのか？今は里帰りしてる。同窓会が終わったら合流する予定なんだ。優子以外みんな幸せな家庭を築けているらしい。旦那さんや奥さんは微笑ましく見守ったり、新しく友人になったりしている。子供たちも一緒に遊んだり、子供好きの同級生に相手をしてもらったりして楽しそうにしていた。そういえば、俺も高校時代に優子に告白したんだよな。え、智也も？振られたけどな。他にも振られたってやついるぞ。そうなのか？智也の話によると、実は高校時代に優子に告白して振られたという男子が複数いたことが発覚したらしい。確かに、あの頃は優子に夢中になっている男子が
多かったもんな。で、定期的に俺みたいに落ち込んでいる奴が出ていた。みんな、あの頃は素敵だったのに、今はなんであんな風になっちゃったんだろうってショック受けてたぞ。まあ、そうだろうな。ともやだってすっごい小さい声でショックだわーって言ってたの聞いたからな。うるせえ、あれは誰でもそう思うだろ。みんな考えることは同じみたいだ。俺はただ嫌な黒歴史になっただけだが、中には淡い初恋をボロボロに破かれた人もいるのかもしれない。明らかに飲むペースが早い同級生が数人おり、さっさと忘れようとしているんだろうなと思ってしまう。私さ、大学まで優子と一緒だったんだよ。俺たちに話しかけてきたのは優子と親しかったはずの伊月香織だった。香織って優子と仲良くなかったっけ？高校までね。優子ってもともと可愛い顔立ちをしていたじゃん。大学でもすっごいモテたのよ。そう言ってため息を吐く香織。香織の話によると、優子は大学でも次々と告白されて天狗になっていったらしい。そしてある時、金持ち一家の御曹司と付き合った際に、いろいろなプレゼントをもらうようになったのをきっかけに、他人に対してマウントを取る人物になってしまったのだそうだ。ま、その御曹司とも結局別れたんだけどね。その後もより金持ちの人と付き合うようになってったらしいわ。そこは知らないんだ。マウント取り始めた頃から距離が出始めて、私の彼氏を取られた時点で絶縁状態になったから。マジで？その頃から女友達はみんな優子から離れていったらしい。今回の同窓会も女幹事の子は優子を誘いたくなかったが、男幹事がせっかくだからと誘ってしまったようだ。そういや、俺やヒロトみたいに連絡を取り合ってたり、結婚式に呼ばれたり、なんだかんだでつながってたりするけど、優子のことに関してはここで会うまで結婚してたのすら知らなかったな。マウント取るからみんな離れるか、向こうから庶民の友達なんていらないって離れてたからね。養子に恵まれたばかりに精神的な自分磨きをしなくても済んでしまったんだろうな。いろんな意味で残念な人ですね。マキの言う通り、みんな優子のことを残念に思った。それから同窓会は穏やかに進行し、子供たちが眠り始めた頃に解散することになった。旅館の方は大丈夫なの？ええ、大丈夫よ。父がしっかりと対応してくれたもの。正直、彼が捕まって安心してるわ。え、どうして？どうやら、優子の旦那は、マキが顔を出すたびに、執拗に食事に誘っていたらしい。しかも、最近は俺がリストラされたことを知って、そんなフリーターより俺にしないかと誘うようになっていたそうだ。それ、もっと早く教えてほしかった。できれば捕まる前に。捕まる前に言ったら、あなた手を出しかねないでしょ？まあ、それでブランドバッグとか私に送ろうとしてきたから、怪しく思って調査が入ったんだけどね。どうやら、マキを口説こうとして墓穴を掘ったみたいだ。とはいえ、大事なマキが下心を向けられていたのは許せない。そう言えば、マキは少し照れたように笑っていた。それから、優子夫婦は散々な目にあったようだ。横領した金は、優子の贅沢な生活のために使われていたらしく、逃げることはできなかったそうだ。しかも、旦那の方は、マキ以外にも誘っていたらしく、女性従業員からの被害届が出されたことで、さらに慰謝料が増え、働いても働いても返せない状態まで追い込まれているらしい。特に、優子は専業主婦だったから、俺よりも就職が厳しくて、ブラックな職場で、朝から夜まで働き詰めな日々のようだ。彼女、どうやら学生時代の男遊びのせいで、家から勘当されているらしくて、離婚しても頼れる人がいなくて大変みたい。人を見下し続けて礼儀を欠いたから、いざという時に誰も手を差し伸べてくれなかったんだね。予想以上の転落人生に俺たちも気をつけようと思った。浅野くん、ちょっといいかな？はい、工場長。
アルバイト先の惣菜工場で働いて3ヶ月が過ぎた頃、俺は工場長から呼び出された。特に大きな問題を起こしていないし、アルバイトとはいえ真剣に仕事をしていた。呼び出される理由がわからず、俺は首をかしげながら工場長についていく。ああ、お叱りとかではないから緊張しないで。はい。それで、この3ヶ月間、君の働きぶりを見させてもらった。それで、君さえ良ければ正社員にならないか？え、本当ですか？この惣菜工場では、誰でも手軽に買える栄養たっぷりなお惣菜を作っていた。はじめはあまり調べず、ただのアルバイトとして入職した工場だったが、働くうちに俺の理念とぴったり合っていることに気づいていた。この工場でできるだけ長く働いていたいと思った俺にとって、それは渡りに船だった。はい、よろしくお願いします。だから、正社員登用のお誘いをありがたく受けることにした。俺の言葉に工場長は優しい笑顔を浮かべてくれた。これからもよろしく頼むよ。はい、こちらこそよろしくお願いします。工場長から差し出された手を俺はしっかりと握り返した。俺は家に帰って早速マキに報告することにした。本当？正社員になれるなんてさすがヒロトね。今日はお祝いしなくちゃ。マキは自分のことのように喜んでくれた。飲食チェーンをリストラされた時、マキの旅館チェーンのうちのどこかの調理部門に入社しないかと持ちかけてくれたマキ。その気持ちは嬉しかったが、俺はあくまで高級旅館の食事ではなく日常の食事に関わりたかった。マキ、君の気持ちは本当にありがたいし、とても嬉しい。でも、俺は自分の夢を貫きたいんだ。本当にすまない。そうね。謝らなくてもいいの。それに、私も稼いでるし、貯金もあるから、気にしないで頑張ってね。応援してるから。頭を下げて謝罪した俺に対して、その頭を上げさせて、理解を示してくれたマキ。そんな彼女だから、今回、惣菜工場に正社員登用が決まったことを、マキもすごく喜んでくれたのだ。俺は、はしゃいでいるマキを抱きしめた。マキがいたから、俺は、ここまで頑張れたんだよ。本当にありがとう。私こそ、ヒロトは、就職活動やバイトで忙しかったのに、家事とかも積極的にやってくれたでしょ。そんな、優しい人だから、一緒に頑張ろうと思えたのよ。そう言ってくれるマキに、俺は心から感謝した。それから、俺は無事にアルバイトから正社員になった。惣菜工場での正社員の仕事は、これまでのバイトとしての製造ラインの仕事とは全然違う。仕入れから営業までをこなさなければならない。非常に忙しく、覚えることも多い。でも、充実している毎日だった。仕事に慣れ始めると、前職の経験を活かせるようになっていった。俺が正社員になったという噂を聞きつけて、かつての同期の中には契約してくれるところまであった。君の働きは想像以上だよ。ありがとうございます。あ、それでちょっと提案があるのですが。うん、聞かせてくれ。工場長は前職で突っぱねられた企画もしっかりと聞いてくれた。そこで一緒に改良も考えてくれ、より良いものとして商品化に。それがヒット商品になり、これから先どんどん成長していくようになる。マキの旅館チェーンでは、藤の里旅館の館長に新たな人物が就任した。彼は真面目な人で正義感も強く、今回の横領の調査にも協力してくれた人物だそうだ。お客様の信頼を取り戻すと張り切っているらしい。しばらくは、マキも藤の里旅館に専任でついて、教育係を務める予定とのことだ。夫婦ともに忙しい毎日。その忙しさを、日々の食事が支えてくれている。これ、ヒロトが新しく企画した惣菜なんでしょ？うん、そうだよ。
今人気でなかなか買えなかったのよ。そういえば友也たちからもどこに売ってんだよってなぜかキレられたな。笑いながら言えばマキもおかしそうに笑う。こうして食事は穏やかな時間も作ってくれる。その時間を作るためにこれからも頑張ると決めた。そうだ、お父さんが今度コラボしたいって。うわぁ、責任重大。それで今度うちに連れてこいって。マキの両親にもありがたいことに気に入られており、こうして時々俺を家に招待してくれる。まあ義両親も忙しい人たちだから数ヶ月に1回のペースなのだが、それからしばらくした頃に俺はマキと共に義実家に赴いた。いやあ、ひろとくん、久々だね。君の活躍は聞いているよ。今日は私も腕を振るったと言いたいところなんだけど、半分はひろとくんのところの総菜なのよ。義両親は俺を温かく歓迎してくれる。実際義実家の食卓には俺の提案した総菜と義母の得意料理が並んでいた。この総菜私たちも気に入ってね。それでぜひコラボしたいと思っていたんだ。どうだろうか。そうですね、実は今度お家でも高級料亭の味をという企画をやろうか検討しているところなんです。それはちょうどいい。ぜひうちも協力させてくれ。座るなり仕事の話を始めた俺たちに対してマキと義母が呆れたように笑った。あなたたち、仕事の話は食事の後でもいいでしょ。そうだよ、せっかくの料理が冷めちゃうよ。ああ、すまないすまない。では、いただきましょう。義両親との食事は世間話も交えた穏やかなものとなった。その後、義父と話し合い、再びヒット商品を出すことになる。食にまつわる仕事がしたい、と思わせてくれたきっかけである優子が、精神的に成長していなかったことは非常に残念だった。それでも天職に導いてくれたことは今でも感謝している。優子とその旦那が横領した金で分相応な贅沢をしたことをしっかり反省して、早くまた新しい人生を見つけてくれればと陰ながら思う。そんな思いが届いたのか、数年後風の噂で彼らがしっかり反省して精神的に成長したと聞いた。何でも二人には息子さんがいるらしい。その息子さんは旦那さんの実家に引き取られ、優子夫婦とは会えなくさせられたそうだ。そんな息子から手紙を送られ、それを読んだ優子が心を入れ替え、旦那さんを説得したようだ。旦那さん自身も借金返済のために働きながら、唯一自分の面会と迎えに来てくれた優子の姿を見て心を変えたらしい。旦那さんのご両親がね、新しい館長に土下座したらしいわ。それで一時期お世話になったからって御社で雑用係として旦那さんを雇ったそうよ。そうなのか。それで旦那さんは？すごく真面目に働いてるし、館長だった頃の経験を生かして今の館長をこっそりサポートしてくれてるみたいなの。そんな様子を旦那さんのご両親が見てたから、近々許してもらえるかもね。一方、優子の方も、なんとか雇ってもらった先で一生懸命働いているそうだ。それに、感動していた彼女の両親が、変わってしまったからと早々に切り捨てた自分たちにも非がある。親である自分たちが直さなきゃいけなかった、と借金を一部払ってくれたそうだ。そのおかげでだいぶ楽になったらしく、今は過労寸前まで無理しなくても良くなったみたいだ。今は助け合って夫婦で借金を返済していると聞いた。香りとかマウントを取っていた周りに謝罪して回ってるって。さすがにヒロトのところにはまだ会う資格がないって言ってた。言ってたって友也のところに来たのか。ああ、なんか同窓会で失礼な態度を取ってごめんなさいって。あと高校の時にひどい振り方をしたって。俺そっち気にしてないんだけどな。なよなよしてるやつが嫌いだからって言われて体を鍛えたから今の建設会社に入れたんだし。智也も俺と同じで
優子に振られたのがきっかけで自分の道を選んだそうだ。ちなみに彼は今は建設会社で専務という役職についている。優子ってまともな時ならある意味観察眼に優れているのかもしれないな。俺と智也は昔の優子に感謝した。感謝といえば工場長にも感謝しないとな。アラフォーという年齢にもかかわらず俺を拾ってくれた今の会社、そして俺の働きを認めてくれて正社員にしてくれた。それに感謝して期待に応えるべくこれまで以上に精を出していこう。俺は心の中でそう誓って今日も仕事に励むことにした。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。頼む、助けてくれ。スマホに残された90件の留守電とメッセージ。それは先日やりたい放題をする娘だけを信じて俺をクビにした会社からのものだった。俺にデザインのパクリ疑惑を向けた挙句、誰もかばってくれなかった会社。正直どうなろうが興味がなかった。もう無関係なんで。そうつぶやいてスマホの電源を切り、俺は徹底的に無視することにした。俺は西野優馬、独身で恋人もいないお一人様というやつだ。現在俺はとあるデザイン会社でデザイナーとして勤めている。昔から憧れてとかではなく、小中はサッカー部に所属していたスポーツ少年だった。高校でもサッカー部に入ろうとしていたが、そこで運命的な出会いをした。君、どうしたの？迷っちゃって。うちの高校は広いからね。どこに向かいたいの？入学して間もなく、恥ずかしながら校内で迷子になっていた俺を案内してくれた先輩。俺は彼女に一目惚れした。あの、先輩部活は？私、美術部なの。もしも部活とか決まってないなら、君もよかったら美術部に入らない？君みたいな子に来てもらえると嬉しいんだけど。喜んで。ということで、一目惚れした先輩が美術部だったため、俺は高校から美術部に入った。すごいね、君。そうですか？うん、本当に初心者？初心者ですよ。でもやってみたら楽しくて。美術部に入部したら意外と性に合っていたらしく、毎日楽しく活動できていた。それからデザインに目覚めた俺は美大の色彩デザイン学科に進んだ。親からは結構驚かれたのを覚えている。中学までサッカー少年だったのに意外なこともあるのね。本当だな。まあやりたいことが決まったならいいさ。費用の心配はしなくていいからな。ありがとう。美大を無事に卒業し、現在のデザイン事務所に入社した。この間のデザイン、やっぱり西野のやつが選ばれたんだって。まあ西野相手じゃ仕方ないよな。今や新進気鋭のデザイナーだもんな。そんな風に噂してもらえるほど、自分で言うのもなんだが、若手の中では群を抜いていたと思う。西野のおかげでうちの仕事は安泰だな。ありがとうございます。これからも頼んだぞ。デザインリーダーの田村修吾さんにも入社してすぐに実力を認めてもらい、何かと仕事を任せてくれた。今のところはそんな感じで順調だったが、最近悩み事ができてしまった。あんなの大したデザインじゃないわ。よっぽど他の作品がダサかったのね。はあ。それは一つ年下の専務の娘である神山ユリアがなぜか俺を目の敵にしてくることだ。わざと俺に聞こえるように悪口を言ってきたり、机上の私物を移動させたりする。別に悪口は無視すればいいし、私物は捨てることなくちょっと離れたところに置かれてる程度なので、正直大したことはない。一体何をしたいんだ？ああ、また神山さんか。
そのあまり気にするな。ただのやっかみだろう。ええ、わかっていますよ。田村さんの言う通り、コンペでの採用は俺の方が圧倒的に多かったため、ただのやっかみだと思い、誰も気にはしていなかった。また、ユリアの父親である神山秀明は、うちの会社の専務。それも、ユリアを超がつくほど溺愛していることで有名なため、誰も何も言えなかった。私は専務の娘よ。私の言う通りにしなかったら、どうなるかわかってるでしょ。ユリアも専務の娘だということを鼻にかけ、やりたい放題となっていた。社内はその状態に慣れきってしまっている状態で、誰もおかしいと訴える者はいなかった。デザインは楽しくて好きだけど、あの頃みたいに心から楽しく仕事はできないな。会社から帰るとため息をつく毎日。あの頃のようにとはいかなくても、もう少しいい環境でというのはわがままかもしれない。そう思いながらも、あの頃の、特にあの先輩のことが忘れられずにいた。よし、今回は特に頑張らせてもらうぞ。ある時、大規模な社内コンペが開催されることになった。社運をかけた世界的企業のデザインコンペに、社として参加するものを選ぶのだという。社内のデザイナーはこぞって応募している。もちろん、俺も絶対に通りたいと意気込んでいた。よし、今回は結構自信作だぞ。その頃、コンペの締め切りが近いということで、俺は最終調整をしていた。それが西野さんのデザインですか？え？すると、突然ユリアが背後から俺のパソコン画面を覗き込んできた。それに戸惑っていると、彼女が思いっきり顔をしかめてくる。西野さんのデザイン、私のとすごく似てますね。もしかして真似しました？はあ？そんなわけないだろ。これは俺が一から考えたデザインだ。しかも、そんなことを聞いてきた。もちろん身に覚えのない俺は、すぐに否定した。絶対嘘よ。私の作品の真似をしたんだわ。しかし、ユリアは騒ぎ立てた。それに必然的に、みんなの視線が集まる。どうして私のデザインを？最低！そう言って泣き出すユリア。彼女を励ます。というか、専務に見られたら面倒なことになるため、ユリアの周りに人が集まった。西野はそんなことはしない。偶然だよ。そうだ。デザインが似ることくらいはあるさ。違う！絶対に真似されたのよ！この最低人間に。周りの同僚や田村さんがそう言うが、ユリアは納得しない様子だった。だって、これを見て！そう言って、ユリアは自分のデザインを他の人に見せた。これは。確かに、偶然にしては似すぎてるな。そのデザインは多少雰囲気が違うが、構図や色使い、モチーフなどがほぼ一致。誰から見ても、どちらかがパクったと思われるものだった。もちろん、俺はパクリなんてしていない。このデザインは、俺が昼夜問わず考え抜いたものだ。つまり、パクったとしたらユリア。何かしらの方法を使って、俺のパソコンからデザインを見て、そっくりなものを作り、そして、俺がパクったと騒いでいるのだろう。何の騒ぎだ。そこに、タイミング悪く専務が現れた。パパ、聞いて！ユリア、どうしたんだ？誰がお前を泣かせたんだ？あの男よ！すぐにユリアが専務に泣きついたことで、俺は深くため息をついた。あの男が、私のデザインを真似したの！なんだと？違います。これは俺が一から。うるさい！ユリアがそう言うなら、お前がパクったに決まってる！その上認めず反省もしないだと？どういうことだ？専務は俺の話を一切聞かず、一方的に糾弾してきた。そもそもの話、社内のシステムは盗作防止のために共有されていない。なので、
本来ならお互いのデザインを知ることはない。それぞれのパソコンからしか見れないのだ。しかもパソコンにはそれぞれパスワードをかけるから、上の人しか他人のパソコンを開けない。やっぱり西野がパクったんでしょうか。お嬢さんがパクるとは思えないしな。社内の人間なら知っているはずなのだが、専務に逆らえず誰も俺をかばおうとしなかった。俺はそんな社内の雰囲気に嫌気がさしていた。こんなところにいても俺の実力は発揮できない。あの頃のようにデザインを楽しみながら書くことができない。ここにいるより俺は本当にこんな最低な奴がいるなんてな。娘の心を傷つけたこと絶対に許さんからな。どんどん冷めていく俺の心情に反して、専務は怒り心頭といった様子だった。お前はクビだ。うちにお前の居場所なんてない。さっさと荷物まとめてどこかに行け。二度と顔を見せるな。そしてついに首を宣告してきた。デザイナーとして他の人の作品をパクるなんて絶対にあってはならないことだ。お前はデザイナー失格だ。そう叫ぶ専務。そんな彼の背後にはニヤニヤ笑うユリアがいた。そして口パクでザ・マ・アと言ってきたのがわかる。専務以外がそんな醜悪な彼女に気づいているが、やっぱり誰も何も言わなかった。ちらっと田村さんを見ると、彼は一瞬目が合ったかと思うと顔を伏せた。それどころか関わりたくないという雰囲気を出していた。結局この人も専務側の人なんだな。わかりました。俺はすべて諦めてそう返し、私物をまとめて会社を去った。正直この会社に未練はない。デザインの仕事から離れてしまうのだけが心残りだった。この時の選択が俺自身と会社の命運を分けることとなった。それから1ヶ月が過ぎた。なんだこれ。俺のスマホにかつての上司である田村さんから大量の着信があった。俺は所用のため数時間スマホを確認していなかった。その間に90件もの着信とメッセージが残されていた。確認するのは嫌だったが、しぶしぶ内容を確認することに。今何してる？どこにいる？会社に来ることはできないか？ふざけてるのだろうか？クビにされた会社になぜ現状報告して、しかも訪問しないといけないのだろうか？どうして連絡をくれないんだ。頼む、電話に出てくれ。頼む、助けてくれ。など、尋常ではない様子が残されていた。それに俺が答えると本当に思っているのか。しかし、俺は一方的にパクリをでっち上げられ、この田村さんをはじめ、誰も守ってくれなかった会社。そんな会社など、正直どうなってもいいと思っていた。もう無関係なんで。そうつぶやいてスマホの電源を切った。今更なんだよ。そして徹底的に無視することに決めた。うわ、またかよ。すぐに諦めるかと思ったが、数日そんな状態が続いた。俺はいい加減嫌になったし、何より他の大事な連絡がこの着信に埋もれてしまう。しつこすぎだろ。俺はスマホを解約し、思い切って別の携帯会社と契約した。現在の関係者には連絡先を教えたが、前の会社とその関係者には一切教えていない。つまり前の会社の関係者とは完全に切れたことになり、だいぶ快適になった。やっとうるさいのから解放された。これで集中できるな。それからさらに1年ほど経って、たまたまその会社の前を通った。すると会社が入っていたテナントは更地になり、土地も売られている状態だった。やっぱりな。そう思い、俺はにやりと笑った。自業自得。俺の予想通りの結果だった。まあ、仕方ないことだし。話は10ヶ月ほど前に遡る。
俺は前の会社を辞めた後、仕事を探そうと求人情報誌を求めに書店に行った。大きな書店だな。あ、そうだ。せっかくだから画集も見てみよう。そう思い、俺は画集コーナーまで行ってみた。え？すると、そこで懐かしい人物に出会った。その場にいたのは、高校の時に一目惚れした美術部の春木美奈先輩だった。高校の時の姿をまんま大人にした彼女を見間違えるはずなかった。そんな彼女の手には有名画家の画集。突然起きた憧れの美奈先輩との再会に俺は硬直してしまった。あれ？もしかしてゆうまくん？あ、お久しぶりです。美奈先輩は俺に気づくと声をかけてきた。デザイン事務所に入ったって聞いてるよ。大活躍だってね。あ、実は先日そのデザイン会社をクビになったんです。え？俺の言葉に今度は彼女が硬直した。いろんなコンペで入賞していて名前を見ているのに、そんなゆうまくんがクビ？そう言って絶句するミナ先輩に俺は思わず苦笑した。今は就職活動中で求人情報誌を買いに来たんです。あのさ、それならうちの会社に来てくれないかな？え？スカウトされたことに驚いて俺はミナ先輩を見つめた。私ね、今は小さなデザイン事務所に勤めているの。少数精鋭でまだ事務所を立ち上げたばっかりだから実績は少ないんだけどね。そうなんですね。うん、だからゆうまくんみたいな実績のあるクリエイターに来てもらえると嬉しいんだけど。そう語ってくれる美奈先輩はあの頃美術部に誘ってくれた時の表情によく似ていた。お給料は今までの会社ほど出せないかもしれないけど、これから成長していくつもりだからどうかな？ありがとうございます。喜んで。俺は行くあてもないのでその申し出を受けることにした。ここがうちの会社。まだ小さいけどいいところだよ。あ、君が西野さん？嬉しいな。君みたいな優秀な人材が来てくれて。これからよろしくお願いします。美奈先輩が紹介してくれた会社は小規模ながらも雰囲気は良く、社員はみんな協力的だった。と言っても押し付けがましいところはなく、適度な距離感も保ってくれる。春樹さん、例のやつだけど。はい、もうできてます。ありがとう。西野くんは頼んでおいたデザインどう？はい、できてます。ありがとう、さすがだね。それぞれの役割がはっきりしているので誰かに仕事を押し付けられることもない。嫌味を言う人物も嫌がらせをする人物もいない。とても良い労働環境で俺は大満足していた。どう？やっていけそう？はい、誘ってくださってありがとうございます。うん、こっちこそ来てくれてありがとう。満足のいく日々が続く中、世界的な大企業がデザインコンペを行うという通知があった。今回のデザイン、メインは西野くんに任せようと思う。賛成です。彼ならきっといいデザインを出してくれます。任せてもいいかな？はい、もちろんです。会社として参加するため俺がメインでデザインを担うことになった。俺が考えたデザインはみんなに絶賛され最終審査まで残った。ということで俺は美奈先輩と共に最終のプレゼンへ赴いた。え？あんた、まさか。は？嘘でしょ？なんであんたが。その会場で以前の会社の専務とユリアと再会してしまった。専務は俺を見るとすごい形相で睨んできた。どうしてお前がここにいるんだ？そうよ。まあ、パクリ野郎がどんなデザインを持ってきたって、私にはかなわないわ。怒鳴る専務の横で、ユリアも笑っていた。そんな専務とユリアに、
会場の空気が変わった。他の会社の人がこそこそと噂話をしていた。あの会社だろ？デザインの質が落ちたと言って次々に契約切られているって。うちの会社もおこぼれもらってラッキーだったぜ。あの会社はデザイナーがみんな辞めてって大変らしいけど。実は俺たちもその噂を聞いていた。まさかとは思っていたが、どうやら本当だったらしい。ユリアたちは噂しているのが聞こえたようで、話をしている人間を睨みつけていた。そんな姿を見て二人とも変わっていないのだと分かった。だからこそ俺のデザインは負けていないと自信になった。おお、すごいな。さすが西野だ。俺が発表したデザインは斬新で非常に目を引くものとなった。会場にいた他のデザイナーが思わず拍手をしてくれるほど。よし。そんな様子に手応えを感じ、俺は小さくガッツポーズをした。やっぱりゆうまくんのデザインはすごいわ。ありがとうございます。きっとゆうまくんのデザインが選ばれるわ。俺たちは自信を持って他のデザインを見ていくことにした。え？ユリアが発表したデザイン、それを見て俺は驚愕した。それは以前別の会社のコンペで俺が発表したデザインに少し手を加えただけのものだった。そのデザイン自体は落選したものの、一部の人からいい評価をもらえていた。ねえ、あのデザイン。はい、俺が以前発表したものです。そうだよね。けどなんだか劣化してない？ですよね。ミナ先輩の言う通り、それは見る人が見れば劣化版になっているようなものだった。自信満々に発表するユリア。質問いいですか？他の会社のデザイナーが手を挙げて質問を始めた。そのデザインは以前西野優馬氏が他のコンペで発表したものによく似ていますが、どういうことでしょうか？デザインが似通ってしまうことはよくあることです。よく覚えてはいませんが、頭の片隅に記憶があって無意識に似たものを書いてしまったのかもしれません。ユリアは質問に動じることなく堂々と答えた。無意識にね。それが本当かどうか俺なら判別することができる。ここで化けの皮を剥がしてやるのも今後のために必要なことか。俺はその場で手を挙げた。先ほどの質問でも名前が出たこともあり、みんなが俺の動向を見守っている。自分のデザインには署名があります。不審に思うのであればそのデザイン画を調べてみたらいいです。何もなければそちらの会社の無実の証明になるでしょう。は？署名？そんなわけ。実は俺のデザイン画には拡大しなければわからないほどのサイズでイニシャル署名してある。こんなことを始めたのは高校からだった。あれ、ミナ先輩何してるんですか？すごく小さく私の署名を入れてるの。こうすると暗号みたいでかっこいいでしょ。これはミナ先輩が高校の時にやっていたことだった。俺は憧れの先輩だったこともあり、そんな感じで密かにイニシャルがあることにもちょっとした刺激になり、必要以上に絶賛していた。それが部内で、かっこいい、本当暗号みたい、自分だけが知ってるサインか、面白いな、となぜか流行し、それ以来署名を入れるのが俺の癖のようになっていた。つまりこのデザインが俺の作品をそのまま使っているなら必ずあるはずだ。まあそれが俺を助けることになるなんて思わなかったけど。ちょっと失礼。ちょ、俺はタブレットを操作し表示されていたデザイン画を拡大する。これは俺が描いたデザインだ。その確信があった俺は迷いなくある一部を拡大した。あった。拡大された場所、そこにしっかりと YN と俺の署名があった。な、これは、違います。
何かの間違いです。ユリアは顔を真っ青にして弁解しようとしていた。そんな彼女に向けられるのは冷たい視線だった。やっぱりパクリだったのか。しかもそのままデザイン使ったってことだろう。よくあれでデザイナー名乗れるな。周りは自分の作品に誇りを持つクリエイターばかり。人の作品をパクるのは許されることではなかった。人の作品を真似るなんて何だったっけ。俺もユリアに冷たい視線を向けながら聞いた。これは何かの間違いだ。そうだ、その男の策略だ。ユリアがパクるなんてそんなことするはずない。専務が娘をかばおうと声を上げた。いやいや、それはないって。あの西野氏がなんでそんなことするんだよ。というか、ここまで証拠が出てて何が違うんだよ。人の作品を堂々と発表ってどんだけ図太いんだ。しかし周りがユリアを責めるのは変わらなかった。違う、違うのよ。そんな空気についにユリアはその場で泣き出した。ユリア。そんな彼女のもとに専務が走っていった。俺はそんな二人を冷たく見下ろしながらその前に立つ。一度ならず二度までも人の作品を使って恥ずかしくないのか。そう静かに問いかければユリアが泣きながら俺を睨んできた。どうしてあんたのデザインばかり採用されるのよ。大して変わらないじゃない。そう叫ぶユリア。大して変わらないか。だからあんたのデザインを真似すればうまくいくと思ったのに。やっと認めたか。泣き叫ぶユリアに対して俺はあくまで静かに語った。確かに人の模倣は上達するためには必要なことだ。自分より上手い人の手法を学んで自分のものにしていく、それが上達の一歩だけど、丸ごと同じものを作るのは違うんだ。ましてや他人のデザインを自分のものとして発表するなんて、君にはデザイナーとしてのプライドはないのか。そんなんで自分の作品に誇りなんて感じないだろう。だから君のデザインは選ばれないんだ。うん。淡々と俺の考えを語れば彼女は何も言えなくなった。激しく罵られるよりよほど恐ろしく聞こえるでしょ。俺の横に美奈先輩が立ちながら彼女にそう問いかけた。でも彼の言い分に間違いはないわ。そして冷たい視線で二人を見下した。ゆうまくんは高校生の時からいろいろと勉強していたわ。確かに本人のセンスもあるけど、デザインを学ぶことも実力につながるものよ。彼はデザインに進むと決めてから何冊も資料となる本を読み込んで、いろんなデザイナーのデザイン画を見て努力している姿を見てきた。それに対してあなたはその努力をしてないように見えるわ。そんなこと。人を真似したところで本物になんてなれっこないわ。なんとか言い返そうとするユリアを美奈先輩はバッサリと切り捨てる。パクったものが本家を超えることなんてない。実際にあなたのデザインは彼のデザインの劣化版にしか見えなかった。そしてそんな自分を変えなかったから、こうして大衆の面前にさらされているのよ。人の知的財産を軽率に奪うからこんな目に遭うのよ。人を貶める暇があれば自分自身を磨く努力をすればいいのに。美奈先輩の辛辣な言葉に正直少し恐ろしくなっていた。ユリア。一方ユリアは俺や美奈先輩の言葉が響いたのか、涙を流しながらも立ち上がった。そんな彼女におろおろと声をかける専務。皆様ご迷惑をおかけしました。私どもは辞退させていただきます。本当に申し訳ありませんでした。ユリアは会場と俺たちに深く頭を下げ会場を去っていった。ユリア。専務はそんな娘を追いかけていった。少々ありましたが続けます。そして会場は何もなかったように進行していった。ああやっぱり。その後
俺がその会社の前を通るとテナントが更地になっていたのだった。風の噂によると、あのコンペの後も会社は立ち直ることはできなかったらしい。それから責任を取る形で会社を辞めたらしいが、全ては遅すぎた。会社はあっという間に廃業に追い込まれたのだという。もともと俺が辞めた時点で、明日は我が身と多くのデザイナーが退職していった。中には俺に謝ってきた人もいた。まあもう関わらないでくれって拒否したけど、とにかくこの会社が潰れるのは目に見えていた。もう社長の顔も、あんなに連絡してきた田村さんの顔も、同僚の顔も思い出せない。それと同時に楽しかった思い出も何も思い出せない。さっさと辞めてよかった。そうつぶやき、俺は笑みを浮かべた。俺はある意味運が良かったのかもしれないな。そんなことを考えながら、俺は会社へと向かった。あの会社、さら地になっていましたよ。俺は会社に戻ると、前の会社がなくなっていたことをミナ先輩に伝えた。遅かれ早かれこうなると思っていたわ。そう語るミナ先輩。あんな会社なくなって当然よ。その言葉には憤りを感じた。あの、なんでミナ先輩はあんなに怒ってくれたんですか？ユーマくんの才能は高校生の時から気づいていたわ。俺の問いかけにミナ先輩が語ってくれた。それに加えて、ユーマくんは努力家であることも知ってる。そういえばあの時も言ってくれましたね。知ってる人がいて嬉しかったです。だってずっと見てたもの。え？その言葉が一瞬わからず、思わずミナ先輩を見つめて聞き返した。ミナ先輩の顔は赤く染まっている。それってちょっと席外すわ。ミナ先輩は真っ赤な顔を隠すように、そう言って逃げていってしまう。え、マジで。残された俺も顔を赤くして固まるしかなかった。あの、先輩。あ、ユーマくん。なんとか顔の赤みが引いたところで、ミナ先輩の元に来た。ミナ先輩、俺の話を聞いてください。うん。俺、高校の時に先輩に一目惚れしました。こうして再会して、正直運命だと思いました。俺と、付き合ってください。私でいいの？先輩がいいんです。喜んで。この時、俺は思いっきりガッツポーズを取ってしまった。こんな様子を会社の人に見られ、俺たちのことはあっという間に広まった。そんな矢先、俺の元に一通の手紙が来た。差出人はユリア。あれから彼女は一からやり直すことにしたらしい。あのコンペで厳しい目を向けられることになったが、それでも雇ってくれたところで再出発を決めたそう。厳しい目にさらされ、それでも俺を超えるデザインを作ろうと奮闘、努力をしているそうだ。ちなみにあの専務とは離れることにしたらしい。専務と一緒にいれば自分はずっと甘えてしまうとのことだ。専務の方も奥さんに叱られたこともあって反省し、地方に移って静かに生活することを選んだそうだ。今では母親経由でのみメッセージのやり取りをしているらしい。その手紙を読みながら、あの田村さんのことをふと思い出した。前の会社が倒産した後、田村さんが俺の元にやってきた。それでうちの会社に入りたいと言ったが、それを突っぱねた。俺を助けてくれなかったのに、自分は助けてもらえると思っているのだろうか。その時、俺の恋人になってくれた皆さんも俺の味方になってくれた。ゆうまくんから聞いてるわ。あなた、パクリの疑惑が出た時にかばってくれなかったらしいわね。それなのに何度も何度も迷惑なほど連絡して、なのに助けてくれると思ってるの？そう言って田村さんを追い払ってくれた。この頃には俺は彼女にぞっこんで、そんな姿すら怖いどころか
かっこいいと思って惚れ直してしまった。ミナさんと付き合えて本当に夢みたいです。これからよろしくお願いします。ええ、私もこれからもよろしく。そういえば前の会社の社長、彼はもともと政務任せなところがあって、それもあって暴走を止められなかったらしい。社長も今回の件でだいぶ叩かれたそうだ。一応うちの会社にも田村さん同様来たらしい。そこは社長に突っぱねられたそうだ。うちの社員を傷つけておいて今さら何ですか？それは。彼はもううちの社員です。もし彼に迷惑をかけるならこちらも容赦しませんよ。という感じで俺の知らない間に終わっていたそうだ。本当にこの会社に来れてよかったと思っている。コンペ通過しました。本当？すごいじゃないの。それからしばらくして俺の元にコンペ通過の連絡が来た。すごい、西野くんのおかげで大きな仕事が決まったな。さすが西野くん。西野くんが来てからうちは順調。本当にありがとう西野くん。そして誘ってくれた春樹くん。大きな仕事が決まったと湧く社内。そんな雰囲気に俺は皆さんと顔を見合わせて笑った。なんだかデザインをしていてこんなに嬉しく思ったことはありませんよ。そうなの？はい、全部皆さんのおかげです。そんなことないわよ。みんなゆうまくんの努力の結果よ。そう言って笑う彼女に俺は満足感で微笑み返した。自分の書いたものが多くの人の目に留まることが心から嬉しく思っていた。これからも自分のオリジナリティを大切にして新しい作品を生み出していきたいと思っていた。新しいデザイン完成しました。ありがとう。絶好調ね、ゆうまくん。皆さんとこの会社のおかげです。この会社で大切な人と共にこれからも頑張っていこうと思う。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。ねえ、あなたってどうしてそうやって自分の才能を隠そうとするの？彼女のまっすぐな眼差しが俺の目をしっかりと捉えた。本当は優秀だよね。なんでそうやって凡人を装っているの？せっかく才能があるのにもったいないわ。きっと彼女は善意でそう言ったのだろう。だけど彼女の言葉は俺のトラウマをしっかりと引き出したのだ。頭に血が上り、カッとなって勢いよく立ち上がる。もったいないって何ですか？あなたも俺を利用するんですか？もうあんな思いはたくさんだ。俺は周りの注目を浴びていることに気がついたが、それはもう後の祭り。彼女は俺から視線をそらすと、ごめんと一言だけつぶやいた。俺は月岡聡太。今はとある弁護士事務所の事務員をしている。ビルの1階フロアを貸し切るくらいのそこそこな規模の事務所であり、何人かの弁護士や事務員が働いている。事務員は弁護士に専属でついていて仕事の補佐をするのだが、俺は専属でついている弁護士の先生はいなかった。一番下っ端であり仕事もできない俺は日々雑用をこなしている。資料のファイリングや整理だったり備品の補充だったり、弁護士業務とは特に関係ないことを毎日ルーティンのようにこなしているのだった。事務所の人たちは基本いい人たちだと思う。弁護士という仕事柄、正義感の強いいい人が多く、みんな真面目で仕事好きだ。社交的でよく仲間内で食事や飲み会をしている。俺はあまり参加したことはないが、
そうやって信仰を深めることは悪いことではないと思うし、どんどんやればいいと思う。俺はあまりお酒は飲めないし、賑やかな場所があまり好きではないから参加しないだけだ。でも事務所の人たちに認識してもらえているのか心配になるときはまあたまにある。俺は自分でも自覚しているくらい存在感がない。流れのタクシーはまず止まってくれないし、ひどいときは自動ドアにも認識されないくらいだ。それでも余計なことに巻き込まれなければ生きていけるのだからありがたいと思わなければいけない。とにかく目立たずそっと生きていきたい。人に注目を浴びることは余計なトラブルを引き起こすと俺は学んだのだ。平穏無事、それが俺の座右の銘だ。ある時、うちの弁護士事務所に他の事務所から一人移ってくることになった。とても優秀な弁護士で、難しい裁判に何度も勝訴しているという。月岡は誰にもついていなかったな。君が柴田君の事務についてくれ。所長はそう言うと、俺の肩を軽く叩いた。他の人たちの視線が痛い。羨ましそうに見ている人もいるが、俺にとって注目を浴びることは苦痛以外の何物でもなく、憂鬱な気持ちしか湧いてこなかった。柴田美希です。よろしくお願いします。そう言って挨拶した彼女は、ショートカットのよく似合うハキハキとした快活そうな女性だった。黒いパンツスーツが彼女の長身を際立たせ、男よりもかっこいいという言葉がよく似合いそうな女性だった。あなたが月岡くんかしら？よろしくね。そう言って握手のために差し伸べられた手は、俺の手よりもずっと小さくて、やっぱり彼女が女性なのだとはっきり意識したのだった。柴田さんは全評判通り優秀な人だった。いくつもの案件を同時に抱えながら鬼のように仕事をこなす。とにかく頭の回転が速く、とてつもない勢いで仕事をさばいていった。事務所内の評判もとてもいい。3日も経たないうちに事務所のすべての人間の顔と名前を一致させたらしく、あっという間に馴染んでいった。そんな彼女と一緒に仕事ができるのは光栄ではあったが、少しだけ気後れする気持ちもあった。彼女は非常に優秀で仕事も早い。それゆえに俺の仕事もスピードが要求されるのだ。目立つ彼女のそばで黒子のように仕事を処理するのはなかなか骨の折れる作業だった。月岡くん、昨日の案件の資料を揃えてほしいのだけど。それならこちらに用意してあります。それから過去の類似事件の事例はこっちで重要度と必要度に分けてインデックスをつけ整理しました。すごいわね。私、ここまで指示したかしら。え？やってほしいことをここまで正確に汲み取ってもらったことなんて初めて。やりやすいわ。あ、いや、そんな、勝手にすみません。どうしてそこで謝るのよ。褒めてるのよ。彼女はそう言うと、ほがらかに笑う。これからバリバリ行くわよ。月岡くん、次はこの案件の資料をまとめておいてくれないかしら。それから16時にクライアントのアポ入ってるから、同席して記録を作成して、次は、ちょっと待ってください。案件は待ってくれないものよ。さあ、頑張りましょう。
柴田さんはにっこりと笑って、俺の前に何冊ものファイルを積み上げた。その量はあまりにも多く、今にもファイルのタワーが崩れそうである。そして、俺の前のタワーよりもさらに高いタワーが柴田さんのデスクにはあって、彼女はものすごい勢いでそれを読み込んでいた。その様子はまさに危機迫るほどで、俺は内心仕事の鬼ってやっぱりいるんだと思ったのだった。月岡くん、出張に行くわよ。所長に呼ばれていたはずの柴田さんが勢いよく執務室のドアを開けてそう言った。あっけに取られて呆然としていると、彼女は自分の荷物を手際よくまとめ始める。これからですか？ええ、所長に頼まれてね。名古屋に一泊。所長のクライアントを一件引き継ぐことになったの。挨拶ついでに会社の創立パーティーにも呼ばれているから、その準備もしてね。え？パーティーって、俺そんなの行ったことないですよ。大丈夫だって。美味しいもの食べられるってくらいの気楽さで行きなさい。こういう場にも慣れないと。ね？正直、そういった華やかな場所は苦手である。自分が場違いなような気がしてならないからだ。気分は乗らないが、仕事ならば仕方がない。そう思って俺はしぶしぶうなずいたのだった。柴田さんが所長から引き継いだのは、大きなホテルの運営会社の顧問弁護士だった。所長は腕のいい弁護士だが、そろそろ隠居したいというのが口癖で、柴田さんをはじめ、他の弁護士の先生たちに自分の仕事を引き継いでいるようだった。今回のホテルの社長は3代目で、最近代替わりしたという。うちの所長と先代社長は懇意の仲だったらしいから、このタイミングで引き継ぐのはお互いに良かったのではないだろうか。顔合わせは順調に終わり、夜のパーティー会場。そこそこ大きなホテルであり、広いバンケットを持っているためか、かなりの人数が会場には集まっていた。地元の有力者とか近隣の企業の役員が多いみたいね。そうですね。すごい人数ですね。まだ始まったばかりだというのに、俺はすでに人に酔いそうになっていた。着飾った人々がキラキラして眩しすぎる。俺みたいな日陰の人間には明るすぎる世界だ。柴田さんは黒のセットアップに大ぶりなアクセサリーを合わせて、華やかな装いでその場に馴染んでいた。俺はというと、ネクタイやチーフはそれなりのものを選んだけど、いつもとあまり変わらないスーツ姿だ。とにかく浮かないように無難なものを選んだけれど、逆に悪目立ちしてしまったらどうしようかと冷や汗をかいていた。柴田先生、今日は本当にありがとうございます。ホテルの社長が俺たちのところまで来て挨拶をしてくれた。こちらこそお招きいただいて光栄ですわ。あちらにお料理も用意してありますので、ごゆっくりお楽しみください。そう言うと、社長は他の人のところに挨拶に向かった。こういう場では挨拶回りが大切だと聞く。社交界というのか、俺にはきっと無縁の世界だ。そんなことを思っていると、柴田さんのもとに何人かの男性が近づいてきた。あなたが弁護士の柴田先生ですか。お噂は金がね。年配の紳士がにこやかに挨拶している。柴田さんはというと、笑顔で対応しているが、誰か分かっていないようだ。そんな彼女にそっと耳打ちをする。
お里グループの専務のモブさんです。所長が顧問やっている会社です。柴田さんは小さくうなずいてみせるとモブ専務と歓談を始めた。お里グループの新しい事業は素晴らしいと私どもも聞いております。おや、ご存知だったのですね。これは嬉しい。そうなんです、長年のプロジェクトが実を結びましてね。機嫌よく自分の会社をアピールする専務に柴田さんはニコニコしながらうなずいている。そんな様子に周りから人が集まってきて、さらに話に花を咲かせている。彼女を中心に盛り上がっている様子を見て、俺は感心するのだった。盛り上がっている会場を抜け出し、一人でお手洗いに行く。ホールから一歩出ると、別世界のように静かで人の多さに疲れていた俺は少しほっとした。会場近くの手洗いはいっぱいで、少し離れたところへ向かった。用を足して戻ろうとすると、小学校に上がる少し前くらいだろうか、女の子が一人でベンチに座って泣いていた。周りを見ても親御さんはいないらしい。ホテルのスタッフも姿が見えず、放っておくわけにもいかずに、俺は声をかけることにした。どうしましたか？俺はしゃがんで泣いている女の子よりも目線を低くして話しかけた。驚いたように俺を見ると、彼女は首を横に振ってさらに泣くばかりだ。一瞬だけ見えた顔つきはどうやら欧米のルーツらしく、もしかしたら日本語がわからないのかと今度は英語で同じことを聞いた。それでも彼女は首を横に振る。ああ、英語じゃないか。じゃあ片っ端から聞いてみようかな。俺は知っている限りの言葉で話しかけてみることにした。フランス語、スペイン語、イタリア語、そしてドイツ語。ドイツ語の言葉に少し反応が見えたので、もう一度ゆっくりと話しかける。ご両親とはぐれてしまったのですか？その言葉に彼女はこくりとうなずいた。俺はパーティーの出席者の中にドイツからの訪問客がいたことを思い出した。ホテルの社長の留学先の友人だったはずだ。会場にさえ戻ればスタッフが両親を探してくれるだろう。私もパーティーに参加しています。一緒に会場まで行きませんか？そう伝えると、彼女は小さくうなずいて、小さい手で俺の手を掴んだのだった。ニコル？ああ、よかった。会場に戻ると、彼女のご両親が駆け寄ってきて、彼女を抱きしめた。親子の感動の再会に水を差さないように、俺はそっとその場を離れる。すると、どこから来たのか、柴田さんが俺のそばまで来てニッと笑った。やるじゃない。いや、たまたまですよ。ふーん、そう？柴田さんは何か言いたそうだったけれども、俺は気づかないふりをしてまた彼女の後ろに控えるのだった。飲み足りない。パーティーがお開きになった後、そういう柴田さんの希望により、居酒屋で飲み直すことにした。確かに挨拶ばかりで、食べた気も飲んだ気もしない。駅の近くの大衆居酒屋に入って、ビールを煽り、やっと一息つけたような気がした。ビールに枝豆、だし巻き卵にホッケの一夜干し、軟骨の唐揚げなど思い思いに頼んで、程よくお腹も膨れた頃、
少し顔を赤くした柴田さんが俺の方に身を乗り出して聞いてきた。月岡くんってドイツ語話せるの？え？あ、はい。少しなら。すごいじゃない。国際案件とか手伝ったりしないの？自分は、そんな能力ないので。そんなことないわよ。一緒に仕事をしてみて分かったけど、記憶力はいいし、判断力もある。法に関する知識も問題なし、事務能力も早くて正確。おまけに外国語も堪能ときた。あなたみたいな人材がどうしてこんな扱いでいたのか理解できないわ。彼女は少し興奮しているのか、声がだんだん大きくなってきている。このままでは目立ってしまう。それは嫌だ。そう思ったとき、彼女はさらに追い打ちをかけた。ねえ、あなたってどうしてそうやって自分の才能を隠そうとするの？彼女のまっすぐな眼差しが俺の目をしっかりと捉えた。本当は優秀だよね。なんでそうやって凡人を装っているの？せっかく才能があるのにもったいないわ。きっと彼女は善意でそう言ったのだろう。だけど彼女の言葉は俺のトラウマをしっかりと引き出したのだ。頭に血が上り、カッとなって勢いよく立ち上がる。もったいないって何ですか？あなたも俺を利用するんですか？もうあんな思いはたくさんだ。俺は周りの注目を浴びていることに気がついたが、それはもう後の祭り。彼女は俺から視線をそらすと、ごめんと一言だけつぶやいた。それから柴田さんと俺はほとんど会話することもなく居酒屋を出たのだった。次の日は朝一で事務所に戻るため、俺たちは新幹線に乗っていた。最低限の会話しかなく非常に気まずい。そんなことを思っていると柴田さんが突然ごめんと頭を下げた。月岡くん、昨日は無神経にいろいろ言ってしまってごめんなさい。人にはいろいろな事情があるのに自分の意見を押し付けちゃったわね。反省してる。あ、いえ、俺もカッとなってしまってすみませんでした。実はちょっと昔いろいろあったので。え？柴田さんは首をかしげながら俺をじっと見ていた。彼女の視線は強い。俺も彼女みたいに強くなれれば、もうあんな思いはしないのかもしれない。強くあれば乗り越えられるのかもしれない。そう考えたら、ここで過去の話をするのも悪くないのかと思った。俺は、いわゆるギフテッドという能力を持つ子供だった。一度覚えたことは忘れない。さらに言うと、一度見たものは忘れない。そんな記憶力の高さが俺の能力だ。子供の頃から学ぶことが大好きで、小学校に上がる前には分厚い図鑑を何冊も読み込んでいて、周りからは物知り博士と言われているほどだった。小さい頃はそれでよかったけれど、年齢が上がっていくうちに周りの友人との違いがだんだん明らかになっていった。学校の勉強は簡単すぎて退屈だった。知っていることを何度も何度も繰り返し説明されることは、俺にとってはとても苦痛で、授業中は本を読んで過ごしていた。それで何度も先生に叱られ、学校が嫌いになっていった。学校に行きたくないという俺を、両親は受け入れてくれて見守ってくれたから、今
こうやって人並みの生活を送ることができているのだと思う。そうでなければ、今でも引きこもっていたかもしれない。転機があったのは大学の受験の時だ。国内の大学に魅力を感じられず、留学をすることにした。勉強をするのは好きだ。だからこそ自分の全く知らない世界に飛び込んでみたいと思ったのだ。俺はハーバード大学へ進学した。世界各国から学生が集まる大学は自分以上に個性的な人もいて、周りを気にせず過ごすことができた。いろいろな国の友人もできたし、同じように日本から来た留学生とも仲良くなった。生まれて初めて学生生活が楽しいと感じていた。しかし、卒業間際になってその気持ちは裏切られる。信頼していた友人に俺の論文を盗作されたのだ。いくら訴えてもその論文が俺のものだと証明されることはなかったし、みんなはその友人の肩を持った。彼はみんなの輪の中心にいるような人物で、同級生からも教員からも信頼されていて、誰も疑わなかった。嘘つきなのは俺だと決めつけられ、友人だと思っていた人たちは皆離れていく。ボロボロになった俺は、なんとか大学は卒業したが、日本の司法試験もアメリカの司法試験も不合格で、やっとのことで見つけた就職先がこの弁護士事務所の事務だった。俺は人間関係がうまく作れないみたいで、いつもそれで失敗してしまう。人より少し記憶力が良かったり、成績がいいというだけで人が離れていってしまうから、他人の気持ちがよくわからないんです。俺の話を柴田さんはじっと聞いてくれた。何度もうなずいて考えるように目を閉じ、意を決したように口を開く。それでも私は月岡くんにいつも助けられているし、昨日の小さな女の子だってあなたに助けてもらったんじゃない？あなたのその能力のおかげで助かったのよ。月岡くんが素晴らしい能力を持っていて、それを適切に使える証拠じゃないの？少なくとも私はあなたを評価するわ。もっと自信を持ってほしい。柴田さんの言葉は優しく、そして力強かった。でも俺はそんな言葉をかけてもらいながらも、ただうなずくことしかできなかった。名古屋の出張からしばらく経って、柴田さんのもとに難しい案件が舞い込んできた。ハラスメントの冤罪の弁護というその内容は、勝てる内容ではないと、みんなが頭を抱えていた。無理して受ける必要はない。所長は柴田さんにそう言っていたが、彼女は首を横に振る。この仕事をやってると忘れちゃうけど、弁護士に相談するって一般の人からするとハードルが高いことだと思うんです。そんな勇気を出して相談してくれた人を無下にすることなんてできません。勝てる勝てないじゃない。彼の人生がかかっているんです。こちらも全力で取り組みます。柴田さんの言葉に所長は苦笑いしながらもうなずいた。彼女は非常に正義感が強く優しい女性だ。常にクライアントのことを考え、その思いに寄り添っていた。所長は彼女が仕事を受けることを見越していたのだろう。それ以上引き下がることはせずに、その案件を任せたのだった。クライアントは沢渡洋平、30代の男性だ。最近課長に昇進し、部下を持ったが、
そのうちの一人が彼からハラスメント行為を受けたと主張しているとのことだった。無人の会議室に連れ込まれ、関係を迫られた。断ると過剰な業務を割り振られ、できないと暴言を吐かれたというのがあちらの主張ね。暴言等の録音などはありませんし、業務の割り振りも適正だと見えますが、問題は関係を迫られたってところね。誰も見ていないからやったという証明はできないけれど、やってないという証明もできないわ。あちらはストレスによる適応障害の診断が医師から出ていて、現在休職しているそうです。職務との因果関係が認められると少し難しいですね。そうね。沢渡さんは人当たりも良く、あまり敵を作らない性格みたいね。最近子供が生まれていて、私生活も特に問題はなし。会社の人たちも沢渡さんを擁護している人が多いみたい。どうしてこの状況で裁判なんて強気な手に打って出たのかしら。よっぽど重要な証拠でもあるのかしらね。それとも誰かが裏で糸を引いているか。柴田さんは少し考え込むような素振りを見せた途端に急に立ち上がった。月岡くん、調査に行くわよ。え、柴田さんが調査に出るんですか。もちろん、行くわよ、月岡くん。普通、弁護士が自ら調査を行うなんてことはしないものだ。調査を専門に行う調査員が事務所に所属していたり、他に頼んだりするべきところを彼女は自分の足で調査するという。颯爽と歩く彼女の後を慌てて追いかけると、クライアントの勤めている大きな会社のビルの前へとたどり着いた。大きな自社ビルですね。ええ、最近業績も右肩上がりで調子がいいみたいよ。人の出入りも結構あるみたいね。行きましょう。え、中に入るんですか。もちろん。受付に行き、名刺を見せて身分を明かすと、すぐに沢渡さんへと引き継いでくれ、慌てたように沢渡さんがやってきた。柴田さん、どうしたんですか。ちょっといろいろ調べたくて。いいかしら。ええ、大丈夫ですけど。返事を待つや否や、彼女は颯爽と歩き出す。関係する事務所の間取りや仕事内容などを簡単に聞き取ると、関係を迫られたという会議室へと向かった。2階のその部屋は、普段は鍵がかけられていて、使用するときに解錠することになっている。長机が2つ並んで、椅子が6脚、ホワイトボードが1つ、あとはファイルが片付けられている本棚が壁一面にあるだけのシンプルな部屋だった。夕方に差し掛かり、窓からは西日が差している。少し眩しく感じて、俺はブラインドを下げようとするが、何かに引っかかり下げることができない。壊れているのかしら?まあ、使用頻度はそう高くないということだし、修理の優先順位は低いのかもしれないわね。柴田さんはそう言うと、興味を他の対象に移したようだった。あまり新しい情報はなかったですね。そうね。沢渡さんも普通の優しい上司って感じだったし、恨みを買うような人ではないわね。もっと調べないと。柴田さんは顎に指を当ててブツブツと言いながら何か考えているようだった。そんな彼女から視線を外し前を見ると、背の高いスーツ姿の男と目が合った。彼の胸には弁護士バッジがついており、身につけているものも一目で高級品とわかるものばかりだった。お前、
月岡か？その男は俺を見ると驚いたようにそう言った。そいつは二度と会いたくない人物だった。答えずに目をそらしてうつむくと、その様子で俺本人だと確信したらしく、彼はニヤニヤと笑い、俺を頭のてっぺんから足の先まで観察するように見る。へえ、お前何にも変わってないんだな。結局司法試験落ちたんだろう。天才様もそこまで落ちちゃ意味ないな。やっぱりお前に弁護士なんて無理だったんだな。知識だけあったって人間性が伴わなきゃ人としてダメダメだってことだな。明らかに俺をバカにした言葉にさらに萎縮してしまって顔が上げられない。そんな俺の前に守るように立ってくれたのは柴田さんだった。ちょっと失礼じゃありませんか？いくら知り合いだからって言っていいことと悪いことがあるってご存知ですよね。彼は私の部下です。彼のことをバカにするなら許さないわよ。突然出てきた柴田さんに男は驚いた様子だったが、すぐに表情を切り替える。相変わらずニヤニヤと笑って、またバカにしたように俺を見た。へえ、まだ法律の世界に身を置いてたのか。意外としぶといのな。何も言わない俺を一別すると、そいつは柴田さんに向き直る。柴田美希さんですよね、弁護士の。俺も弁護士で三条と言います。おそらく今度法廷で争うことになると思うので、よろしくお願いしますね。どういうこと？この会社のハラスメント訴訟、原告の担当弁護士は俺なんです。やつはそう言うと一礼して去っていった。なんだかいけすかないやつよね。三条って言ったっけ？知り合い？はい、以前話しましたよね、大学のこと。あいつなんです、俺を裏切ったのは。今でも忘れることなんてできない。俺の論文を盗作し、俺からすべてを奪ったやつだ。信じていたからこそ論文を見せたのに、あいつは悪びれるどころか、うかつな俺が愚かなのだと笑いながら罵ったのだ。風の噂で聞いたことがあるの。お金のためなら何でもやる弁護士がいるって。勝つためならどんな卑怯なこともやるって。確かその人の名前は三条だったはず。彼ならそういうこともやりそうです。月岡くん、真実を明らかにしましょう。何かありそうだわ、この事件。そう言った柴田さんの瞳は力強く前を見据えていた。沢谷さんの奥さんの実家？はい、奥様のお父様が会社を経営されているそうです。かなりの資産家だという話です。奥様は今どうしているの？事件のことにショックを受けて実家に身を寄せているとのことです。沢谷さんのお話だと、お父様が事件の件でとてもお怒りで離婚を迫られているとのことでした。そうよね。本来ならばハラスメント行為はやってはいけないことだもの。自分の娘の結婚相手がそんなことをしていたら裏切ったと思うわよ。しばらく調査を進めていくうちで分かったのは、沢谷さんの奥さんの実家が裕福な家だったということだ。直接事件とは関係ないことだと思っていたが、よくよく話を聞いていくと違和感が見えてきた。原告は沢谷さんが職場で話していないにもかかわらず、奥さんの実家のことを知っていたそうです。
飲み会でそんな話題になったことがあり、不思議に思ったと話してくれました。バックに資産家がいるから慰謝料をたくさんもらえるとでも思ったのかしら。そうかもしれません。また三条と原告はもともと知り合いだったそうです。二人が一緒にいるところを見たという証言がいくつかありました。だんだん見えてきたわね。三条が原告をそそのかしたという感じかしら。あとは潔白の証明ね。柴田さんは調査書を見ながらため息をついた。原告が関係を迫られたと主張している会議室は、その時間は沢渡さんの名前で鍵の使用申請が出ており、整合性がある。沢渡さんは一人で資料の整理をしていたというが、密室での一人の作業であることから、その証明ができないのだ。原告はその時間は確かにデスクにおらず、姿が見えなかったとの証言がある。今の状況は無実を証明するには難しい。俺はふとその時頭にある映像が浮かんだ。実際に足を運んでみた会議室の景色。たくさんのファイルが本棚に収容されていて、西日が入る大きな窓があって、そういえばブラインドが壊れて下ろせなかった。窓から見えたのはコインパーキング。高級車が何台か止まっている。そして敷地の端にあったのは防犯カメラ。え？俺のつぶやきに柴田さんが反応した。会議室から隣のコインパーキングが見えたんです。何台か高級車が止まっているから珍しいと思っていたら、隅に防犯カメラがあって、セキュリティがしっかりしているんだと思ったんです。もしかしたら、その防犯カメラにデータが残っている可能性は。あるわね。よく覚えてたわね。行きましょう。確認するわよ。柴田さんは俺の手を引っ張って走り出した。コインパーキングの管理者に連絡を取り、カメラの内容を確認させてもらう。するとそこには、窓際で延々と一人で作業をしている沢渡さんの姿が映っていた。無罪の証明ができたわね。柴田さんはそう言って、俺の背中を軽く叩いた。自分の記憶力が人のために役に立ったと、初めて思えた瞬間だった。裁判の日、俺は事務所で柴田さんの帰りを待っていた。裁判所にはいくら直属の部下とはいえ、事務員が行くことはできない。資料を集め、万全の体制で挑んだとはいえ、結果が出るまでは心配でならなかった。ただいま戻りました。軽やかな声が聞こえてそちらを向くと、柴田さんが戻ってきたのが分かった。彼女の表情は明るく見えるが、果たしてどうだったのだろうか。そう思っていると、彼女と目が合った。柴田さんは満面の笑みを浮かべてガッツポーズを作って見せてくれた。その姿に俺も嬉しくなって頭を下げたのだった。本当に月岡くんのおかげなのよ。彼がいろいろ調べて資料を作ってくれたから勝てたの。本当に彼は優秀よ。その日の飲み会の席で柴田さんは機嫌よく何度も同じことを言っていた。周りも呆れて苦笑いしつつうなずいている。月岡ってあんまり目立たないもんな。声も小さいし、ずっと黙々と一人で仕事しているって感じ。そう言って柴田さんのグラスにさらにビールを注ぎ入れるのは若い弁護士の湯沢さんだ。彼は柴田さんに
並々ならぬ憧れを抱いていたようで、今日もちゃっかり隣の席をキープしていた。でも、月岡さんって他のみんなが気づかないことをいつの間にかやってくれたりしてたじゃないですか。だから柴田さんの専属になっちゃったら、コピー用紙は補充されていないし、備品もいつの間にか足りなくなっちゃってるし、お客様用のコーヒーも足りなくなっちゃってるし、で、いなくなったらそのありがたみが分かったっていうか、そう言いながら手酌で日本酒を飲んでいるのは事務所の最年少の瀬名さんだ。彼女はびっくりするくらいの酒豪でザルだ。いや、いなくなってないでしょ。月岡くんってあんまり人と話すタイプじゃないみたいだから誘いにくかったけど、こうやって一緒に飲めて嬉しいよ。ワイン好き？焼酎がいいかな。事務員の津川さんはそう言いながら酒をどんどん進めてくれる。今までずっと一緒に働いてきたはずなのに、急に距離が縮まったようで、なんだか変な気分だ。でも決して嫌ではなく、むしろ嬉しいとさえ思っていた。二次会はカラオケだぞ。陽気にそう言いながら先導する湯沢さんの後を何人かが続き、俺は一番後ろでその様子を見ていた。そんな俺のところに所長が声をかけてきた。月岡くん、ご苦労様だったね。大活躍だったと柴田さんから聞いたよ。そういう所長の小姉はどこまでも優しい。この所長も弁護士としてクライアントに優しく寄り添い味方する正義のヒーローだ。そんな所長に惹かれて事務所にいる職員も多い。柴田さんは一生懸命だろ？君も影響を受けたんじゃないか？そうですね。柴田さんはすごいです。決して諦めずに真実を見つけ出す。クライアントの味方であろうとする。そういう姿に感銘を受けました。そうか。君を柴田さんにつけてよかった。君は素晴らしい人なのに、どこか自己肯定感が低くて心配していたんだ。所長は俺の挫折を知っている。就職の際に履歴書を見ているのだから経歴も知っている。面接の時にすべてを打ち明けて何もできないとはっきり伝えた。それでも俺を雇ってくれたのは何を思ってのことだったのだろうか。所長の懐の大きさは海よりも広いのかもしれない。所長、ご相談があるのですが。ん？なんだい？俺、もう一度司法試験を受けたいです。やっぱり弱い人の味方になりたいです。柴田さんのような弁護士に俺もなります。そうか、頑張りなさい。応援しているから。はい。大学の時に受けた心の傷がやっと癒えていくのを感じた。俺は確かに周りと違う自覚がある。そのことで苦しんだこともあったけど、今では自分の個性だと受け入れることができるようになった。せっかく持っている自分の力なのだから、隠さずに使った方がいいと、そう思えるまでになった。それから数年後、俺は同じ事務所で働いている。一つ違うのは、襟に弁護士バッジをつけていることだ。柴田さんや所長のような弁護士にはまだまだ遠いけれど、クライアントに寄り添う気持ちだけは負けないようにしようと思っている。一度の挫折でほとんど諦めた人生だけれど、立ち直ることができた。俺のこの経験だって、これからの仕事に生かしていけるはずだ。
人生に無駄なことなんてないと俺は改めて思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。なんだ、トイレ掃除か？法学部を辞めて立派な清掃員にでもなったのかよ。とある施設のトイレに入り、洗面台の汚れが気になって勝手に掃除をしていた俺。そこへ偶然現れた昔馴染みの男がそう言って俺を馬鹿にした。お前のことはライバルだと思っていたが、どんな見当違いだったみたいだな。何年ぶりかの再会だというのに、彼は雑巾を手に持った俺を見て嘲笑うばかり。そういえば昔からこういうやつだったなと呆れながら、今俺が何をやっているのか明かしてやった。全く予想していなかったのだろうか。俺の返答を聞いた彼は、ただ目を丸くすることしかできず、その場に立ち尽くすのであった。俺の名は杉田正明。俺は昔から周囲の子に比べて正義感がやたら強かった。同級生とヒーローごっこをやるのが好きで、俺は毎回ヒーロー役を担当した。正義は必ず勝つ、と、いかにも子供らしい心情を掲げ、輝こうとしていたのだ。当時、俺の将来の夢は無論、ヒーローだった。悪者をやっつける、かっこいい無敵のヒーローになりたかったのだ。小学4年生くらいまで、俺はなんとタオルケットをマントだと言い張って身につけていた。マントをつけたまま、親の制止も聞かずに公園を走り回ったり、高い遊具の頂上に登ったりしていた。今思い返してみると、なんとも恥ずかしい記憶である。そんな俺の同級生の中に、同じくヒーローを志す奴がいた。北村義男という男である。俺のヒーローに対する情熱はなかなかのものだったと自負しているが、義男はそれにも劣らない情熱を持っていた。自分こそが一番のヒーローだと言い張っていた俺たちは、それが原因でかなり頻繁に喧嘩した。ヒーローごっこをやるときは、言い合いは特に激しいものとなった。じゃあ、僕が主役のヒーローね。ダメ、主役のヒーローは俺がやる。俺が仲間と集まって主役を決めていると、ヨシオはいつもこんな風に乱入してきた。なんだよ、ヨシオ。お前は途中から入ってきたんだから、主役は僕で決まりだよ。そんな決まりないだろ。俺が主役をやるんだ。僕だ、俺だ。いいや僕だ、いいや俺だ。お互いに一切譲らないので、次第にヒートアップしてしまい、毎回大人に止められるという末路をたどっていた。このヨシオとは腐れ縁で、初めて出会ったのは保育園の頃だった。彼はその頃から何かと突っかかってくるやつで、幼いながら正直うんざりしていた。小学校に入れば会う機会も減るだろう。そう思っていたのだが、一年生でまさかの同じクラスになってしまった。それ以降も二年生、三年生と同じクラス。結局、義務教育9年間はすべて同じクラスであるという、通気な運命が俺たちを待っていたのだ。ずっと互いに相手を意識しており、あいつにだけは負けたくないと努力を重ねた。よく言えば切磋琢磨であるが、実際のところ、そんな立派なものじゃなかったと思う。一番激しく争ったのは、勉強面かもしれない。おい、正明、お前、数学何点だったんだ？テストの返却があると、彼は必ず俺の元へやってくる。よほど自信があるのか、この日の彼は満面の笑みであった。そういう義雄は何点なんだよ。俺か？俺はな、見ろ、98点だ。じゃーんと見せびらかすように、自身の答案用紙を俺の目の前で広げた彼。先生曰く、このクラスの最高点は98点だったらしい。義雄がこんなにも誇らしげなのは、勝ちを確信しているからだろう。だが残念、
最高点というのはただ一番高いというだけで、それが一人とは限らないのだ。ふーん、俺も98点だけど。彼の笑顔を打ち砕いてやろうと、俺は無駄にドヤ顔でそう言い返す。また彼のように騒ぎ立てないことで、精神的には俺が勝っているのだと密かにマウントを取った。はあ、同じかよ。つまんね。先生の採点ミスじゃないのか。そっちこそ、採点ミスがあったら正直に申告しろよな。目線がぶつかって火花が散るのではないかというほど互いに睨み合う。やがて同時に顔をそらし、他の科目は絶対勝つと意気込んだ。別のテストが返ってくると、また顔を合わせて点数を比較する。勝ったら相手を煽り、負けたら何かしらの言い訳をする。それをテストの度に繰り返した。俺たちの争いは体育祭でも発生した。同じクラスで同じ団の所属なのに、負けてたまるかと張り合ったのである。リレーで何人抜いたとか、騎馬戦で何騎打ち取ったとか、とにかくあらゆることで競争した。そのおかげなのかはわからないが、俺と吉尾がいる陣営は毎年圧勝であった。勉強や運動に限らず、生徒会活動でも争った。中学2年生の頃に会長選に立候補したのだ。しかし内輪のノリで立候補しただけの憎たらしいイケメンに惨敗。これに関しては二人して新さんを舐めたのであった。そんな風に俺たちは周りの人間が、どうしてそんなに仲が悪いんだよと首をかしげるほどよく争っていた。そのどうしてという問いには俺たち自身答えられずにいた。主役ヒーローの座を奪い合っていた頃から続く儀式。吉尾と争うということはもはや当たり前になっていたのだ。かといって仲が悪いというのは少し違う気もした。まあ旗から見れば正しいのだろうが、しかし当の本人たちは互いを一番のライバルであると心の奥底では認め合っていたのである。同じ高校に進学した俺たちはそこでもまた争った。どうせ勉強でも体育祭でも張り合うのだろう。どちらがよりランクの高い大学に行くか争うのだろう。そう思っていたのだが、事態は急変した。高校一年生の秋、俺の父が交通事故で他界したのだ。あまりにも突然の出来事で、家族は皆悲しみに暮れた。父が満面の笑みで写った写真、豪華で大きな花飾り、すすり泣く声とお経と木魚の音、それらは今でもはっきりと覚えている。え、向こうは無罪を主張するって？ええ、そのようです。事故の原因は運転手の危険運転であった。右手でタバコを吸い、左手で携帯とハンドルを同時に操作していたらしい。おまけに酒も飲んでいたようだ。悪質極まりない行為である。にもかかわらず、運転手は自分に非はないと語った。事故の相手がこの世にいないのをいいことに、都合のいい発言ばかりを繰り返し、遺族への謝罪は一度もなかったのだ。俺たち家族は怒りを通り越し、ただただショックだった。しかし、これだけ証拠が揃っていれば大丈夫でしょう。ドライブレコーダーや近隣の防犯カメラの映像から、父に非はなく、運転手に原因があることは自明であった。ご安心ください。私が責任を持って、お父様の無念を晴らします。そんな悪夢のような状況で、弁護士の小堺隆さんは親身になってくれた。小さな弁護士事務所の新人弁護士だった彼は、父の名誉のために一生懸命戦ってくれたのだ。そのおかげで、父に非がないことが公の場で認められた。相手の運転手には、重い重い罰が下されることとなった。ありがとうございます、小堺さん。これで旦那も報われます。本当にありがとうございました。吉報を聞いた俺たち家族は
全員泣きながら小堺さんに礼を言った。そんなことになっても、加害者の男は謝ってこなかった。しかし、もういいのだ。厳正にジャッジしてもらえたという結果が何よりも重要だ。それに、俺はすでに絶望から立ち直ることができていた。そのきっかけとなった感情は憧れである。小堺さん、俺、小堺さんみたいな法律のスペシャリストになりたいです。私みたいな？それは光栄です。頑張ってください。応援しますよ。父の無念を晴らしてくれた。俺たち家族を絶望から救ってくれた。そんな小堺さんは、俺にとってはまさにヒーローだった。子供の頃に目指したものとは形もやり方も違うが、困っている人を正義でもって救うという理念は同じであると感じたのだ。それ以降、俺は進路を法学部に決めた。より難易度の高い大学を目指し、一人で受験勉強に励む毎日。充実した毎日を送っているはずだが、俺はどうしてか、わずかな物足りなさを感じていた。その感覚の正体がわからないまま、俺はなおも勉強に身を投じる。そんなある時のこと、俺が法学部を目指すという話をすると、ヨシオは驚いて声を上げた。はあ？マサキ、お前もあそこの法学部を目指してんのか？俺もって、もしかしてヨシオも？ああ、うんだよ。そんなに俺と競争がしたいのか？話を聞くと、彼の父親は弁護士なのだという。その影響で強い正義感を持っており、俺と同じように正義の味方を目指したのだそうだ。その割には口が悪い。ヒーローよりダークヒーローの方が向いてるんじゃないか？と思ったが、それは心の中に留めておこう。そんなことはさておき、俺とヨシオの目標が同じとなると。ふん、まあいいさ。出席入学は俺のもんだ。マサアキ、お前はせいぜい俺の足元でわめいてな。悪いけど、そういうわけにはいかないな。俺の夢がかかってるんだ。また、どちらがより高い点数で入学できるかという俺たちの競争が始まった。相手より一点でも多く通ってやる。そんな思いで勉強を重ねているうちに、いつの間にか物足りなさは消失していた。心のどこかで彼と競い合うことを求めていたのかもしれない。そうして受験に挑んだ結果、二人とも見事に合格を勝ち取った。俺は夢に一歩近づけたと手放しで喜んだのだが、唯一、ヨシオに数点負けていたことだけが悔やまれた。法学部の学生として勉強に励む日々、ヨシオとの競争による刺激もあり、俺は充実した大学生活を送っていた。そんな中、事態は再び急変する。父が亡くなって以降、生活のために働き詰めだった母が倒れたのだ。長年の苦労がたたったのだろう。学費は給付型の奨学金があったし、バイトで生活費は賄える。俺だけのことを考えれば問題なかったのだが、やはりそういうわけにはいかない。母の入院代もかかるし、俺には双子の弟がいる。弟たちはこの時中学2年生であり、これから高校受験に挑むことになる。受験費用がいるし、合格した後も学費がかかる。できるだけ生活を切り詰め、バイトを増やした。1円でも多く貯めるために、俺の食事はどんどん貧相になっていく。あっという間に痩せ細り、友人たちから心配されるように。それでも俺は勉強にバイトにと必死になった。時には給料の高い夜勤に入って眠れないこともあった。杉田くん、そんなんじゃ体が持たないよ。たまには休んだ方がいいんじゃないか。教授や友達はそう忠告してくれたのだが、俺は全く聞き入れなかった。母のため、弟たちのため、そう思い、狭まった視野で見るに耐えない悲惨な生活を続けていた。この時の俺が抱いていたのは、家族のためという正義感だ。しかしそれは同時に、歪んだ無謀な自己犠牲の精神でもあったのだ。
そんなことをしていたら、体はわずか半年で壊れた。夜勤を終えて大学で一日講義を受け、その後また夜勤。疲れているのに無茶をした俺は、とうとうバイト中に倒れてしまったのである。過労ですね。しばらくは安静にすること。アルバイトは当分の間、やめておいた方がいいでしょうね。そんな、それじゃ家族が。落ち着いてください、杉田さん。ご家族の前に、あなたがどうにかなってしまったら、元も子もなくなるでしょう。医者にそう言われ、俺は何も言い返せなくなった。完全に先生の言う通りだったからだ。そうだ、このままじゃ家族もろとも共倒れになる。どうしてそんな簡単なことに気がつかなかったのだろう。病室で点滴を受けながらずっと考えた。小坂井さんへの憧れで目指した夢、それと今俺を取り巻く現実の改善。この二つを同時に実現するのは俺には不可能だ。だったらどちらかを優先してどちらかは捨てなければならない。二択を迫られた俺の心は迷うまでもなくすぐに決まった。家族を捨てることなどできるはずがないのだ。大学を中退して働きに出る。そう決めた俺の大学生活最後の一週間。もろもろの手続きで大学に顔を出していたとき、よしおに呼び止められた。まさき、お前、退学するって本当かよ。なんだ、知ってたのか。親しい友人には退学すると伝えたが、よしおにはあえて言わなかった。もし彼も互いを良きライバルだと思ってくれていたら、俺の退学は彼の闘争心を削いでしまうかもしれない。そう思ったからだ。なんでだよ。なんで、こんな中途半端で。倒れたからか。そんなことで挫折すんのかよ。それもあるけどさ。まあ、いろいろと事情があってな。今にも胸ぐらをつかんできそうな勢いの吉尾は、その目に涙を浮かべていた。邪魔者がいなくなってよかったじゃないか。これからはのびのびと、立派な弁護士を目指して勉強に励めるだろ。ふざけんな、ふざけんな、簡単に諦めんな。お前の夢はその程度だったのかよ。大学のエントランスに響き渡るほど大きな声で、よしおは俺に迫った。しかし、俺の退学はもう決まったことであり、家族のためにも、自分の体のためにも、やっぱりやめません、なんて言うことはできないのだ。ごめん。返す言葉が見つからず、俺はただ吉尾に謝った。己のライバルである杉田正明には、もう闘争心も牙もない。それを理解したのか、吉尾は、と舌打ちをして、俺の前から立ち去る。俺はその背中を、黙って見送ることしかできなかった。俺がまともに稼げるようになるまでは、父が残してくれたお金と、俺が無理なバイトで貯めたお金でやりくりした。苦労はあったが、母の体調は徐々に良くなり、弟たちも無事に進学。俺は生活のためにバイトを再開。それから何年もの長い時が経過した。ある日、俺は所用で訪れた裁判所のトイレにいた。相当綺麗に掃除されているのだが、洗面台が少し汚れていることに気づいてしまった。母が病院にいる間、基本的に家事は俺がやっていた。特に掃除が好きで、やっているといつの間にか熱中してしまう。汚れを残すのが気に食わない性分なのだ。汚れを気にしてしまうのは、その時代の癖である。雑巾があるな。余計なお世話かもしれないけど。どうしても放置できず、掃除をすることにした。スーツの上着を脱いで腕まくりをし、汚れている部分をきれいに拭いた。鏡も気になったので磨いた。ふぅ、これでよし。満足していると人が入ってきた。通路の真ん中で掃除の成果を眺めていた俺は邪魔になるかと思い小声で失礼とつぶやいて避けた。トイレから出ようと顔を上げると、その人と鏡越しに目が合った。
彼はどうしてか立ち止まり、俺を見ていたのである。何か？まさあき？襟に弁護士バッジをつけたその男性が、俺の名を呼んだ。まさあき！杉田まさあきだろ！彼は目を見開き、異様に大きな声量で言った。そんな人物に、俺も心当たりがあった。髪をワックスでセットし、立派な身なりをしている。それでも、顔を見ればはっきりわかる。保育園の頃からずっと競い続けたライバル、北村義男だ。おお、義男か。久しぶり。びっくりだな、こんなところで会うなんて。仕立てのいいスーツは、彼が有能な人物であることをアピールしているように見える。再会の挨拶をした俺。対して義男は、俺が雑巾を持っているのを見て、鼻で笑った。ふん、なんだ、トイレ掃除か。法学部を辞めて、立派な清掃員にでもなったのかよ。いや、そういうわけじゃないんだがな。義男の言葉を否定したが、彼はなおも嘲笑う。底辺のやることだとが何とか言って、俺を馬鹿にし続けるのだ。俺とトップ争いをしていた男の末路が、まさかこんなものとは。お前のことはライバルだと思っていたが、とんだ見当違いだったみたいだな。全く話を聞く気がない義男に呆れながら、俺は雑巾を片付ける。何か勘違いしているようだけど、手を洗ってハンカチで拭い、小脇に抱えていた上着を切る。そして、義男の目をまっすぐに見ながら告げた。俺、裁判官だから。まあ、まだ判事補だけどな。は？やっと静かになった義男の目線が一瞬だけ外れた。俺の上着についているバッジが目に入ったのだろう。裁判官？は？なんでお前？なんでって、お前が言ったんだろ？簡単に諦めるなって。だから諦めなかった。それだけのことだよ。そう言うと、義男はほうけた顔で目を丸くした。大学を中退してから数年後、双子の弟たちは高校生で、もうそろそろ進路を決め始める時期になった。母の体調はマシになって退院し、週に何回かの通院だけで良くなっていた。それでも俺は、土木作業やコンビニバイトを掛け持ちし、生活費を稼ぎ続けていた。そんな中、俺は母に呼び出されて、近所の喫茶店へと足を運んだ。え、再婚？そうなの。お相手は、あら、ちょうどいらっしゃったわ。そう言うと、母は店の入り口方面に手を振った。振り返ると、母と同い年くらいに見える男性がこちらに歩いてきていた。相手って、え？先生？斉藤先生ですよね？母の再婚相手は、母の主治医である斉藤康さんであった。まさあきくん、これからよろしくね。ええ、よろしくお願いします。母の再婚相手が知っている人だと、こんなに気まずいものなのか、なんて思っていたのは、最初の数週間だけだった。やすしさんはとても優しい人だし、面倒見もいい。彼になら母を任せても心配はない。弟たちはすっかりやすしさんに慣れ親しみ、本当の親子であるかのように仲良くなった。しかも、二人ともやすしさんのような医者になりたいと言い始め、医学部に進学することを希望した。学費が馬鹿にならないなと頭を抱えたが、なんと安志さんが全額出してくれることになった。義理とはいえ、息子たちが自分と同じ道を志してくれるのは、心の底から嬉しいそうだ。家計の面倒も見てくれるそうで、俺が家のために稼いでいたお金は、自分で使えばいいとまで言ってくれた。突如として解放された俺はどうしようか悩み、とある結論に至った。まだやりきっていないことがある。小さな頃から憧れていた正義のヒーローになる道。小坂井さんに憧れて足を踏み入れた法学の道である。もう一度法学部に入って勉強しよう。そう決心したのであった。
俺たち兄弟は同じ大学部の法学部と医学部にそれぞれ入学した。今度も必死で勉強して成績は学部トップを維持、司法試験はなんと一発で合格し、司法修習でも高い評価を得た。こうして俺は裁判官になることができた。とはいえまだ判事補だ。10年以上の経験がなければ判事にはなれない。ここがゴールではないのだと今でも努力を続けている。そのモチベーションはライバルの存在だ。法学部で成績優秀者としてもてはやされても心は満たされなかった。何年も前に遅れを取ってしまったことがずっと心残りであったのだ。いつか、いつか必ず同級生兼ライバルのあの男と肩を並べてやる、追い越してやる。そんな思いが俺の原動力となっていたのだ。俺の長ったらしい話を聞いた吉尾はうつむいて立ち尽くしていた。そうだったのか。この男は本当に北村吉尾だろうか。そう疑問に思ってしまうほど彼らしからぬ表情をしていた。あの時は悪かったな。お前の事情は分かっていた。それなのに自分の理想ばかり押し付けてた。お前も辛かったはずなのにな。大学を中退する直前の俺に言ったことを彼はずっと後悔していたのだという。らしくない言葉が次々と飛んでくるので俺は思わず泣いてしまいそうになった。どうしてお前に寄り添ってやらなかったんだろう。悪かった、本当に悪かったと思ってる。うつむいたままの吉尾。俺は顔を上げろよと声をかけ彼の肩に手を置いた。吉尾、俺はあの時のお前の言葉に感謝してるんだ。え？簡単に諦めるな。吉尾がそう言ってくれたからもう一度頑張ろうと思えたんだよ。大学を辞めた後、正直法学の道はもう諦めようと思っていた。どこか適当な会社に就職してなんとなくぼーっとした人生を歩もう。今までこんなに苦労したのだからもうそれでいいだろう、そう思っていた。しかしどうしても吉尾のことが頭から離れなかった。大学のエントランスで最後に見た彼の表情は怒りとも悲しみとも取れた。ふぬけてしまったら彼にまた怒られるんじゃないか。そしてもう一つ、このままでは負け越しだという思いもあった。吉尾の家は弁護士事務所だ。彼は成績も優秀だし、まず間違いなく弁護士になるだろう。大学入試の点数で負け、夢の実現でも負ける。ヒーロー役も勉強も、体育祭も。互いに勝って負けてを繰り返した俺と吉尾は、ただの一度も負け越しを許さなかったのだ。もはや俺の人生と言っても過言ではない彼との勝負が負けで終わってしまう。それが悔しくてたまらなかった。そんな二つの大きな理由で俺は再起できたのだ。だから吉尾には感謝してる。ありがとうな、あの時怒ってくれて。正明。吉尾は顔を上げると俺の目を見てにやりと笑った。そうだよな、お前は昔からそういうやつだった。何かと張り合ってきてどんなに突き放しても這い上がってくる。俺の邪魔ばっかりしやがってさ。いやいや、何かと張り合ってきたのはお前の方だろ。吉尾の言葉に返答しながら俺もにやりと笑い返した。じゃあいいよ、正明、また俺と勝負しろ。俺が父親の後を継いで所長になるのが先か、お前が判事になるのが先か。ふん、受けて立とうじゃないか。後で吠え面かくなよ。そりゃこっちのセリフだ。そう言って煽り合い、俺たちは火花が散るほど睨み合う。数秒間そうしていたが、やがて同じタイミングで我慢の限界を迎え、吹き出してしまった。あはは、おかしい。ガキの頃からちっとも変わらないな、俺たちは。だな。でも、こうやって意地の張り合いをしているのが俺たちだろ。これからもよろしくな、吉尾。ああ、違いない。こちらこそよろしく頼むよ、正明。未就学時の頃に始まり、
大学生になってもなお続いていた張り合い、それがただ大人になったくらいで終わるわけがないのだ。これからも睨み合い、切磋琢磨していこう。俺も吉尾も言葉にはしないが、そういう意志を込めて固い握手を交わした。それから少し経った頃、俺と吉尾は友人として交流し、一緒に酒を飲むようになった。もうすぐ30歳を迎えようというこの年になって、やっとである。へえ、奥さんも子供もいるのか。吉尾はすでに結婚していて、家族のためにも立派な所長を目指すのだという。お前はどうなんだ？俺は、そこまで考えていられなかったな。未だに独身さ。そう嘆くと、吉尾は自慢げに奥さんとののろけ話をしてきた。結婚はいいぞ、子供はいいぞ、と笑顔で語る彼。この点に関しては、俺ではどうしても叶わないと自覚している。そのせいか、羨ましいとか妬ましいとかの感情は逆に湧かず、ただ微笑ましいと思いながら聞いていた。ある時、吉尾から連絡が来て、彼の家に招待された。娘さんの誕生日会をやるから、来て祝えとのことだった。家族水入らずのところ、邪魔になるんじゃないかと心配したが、どうやら、吉尾のライバルとして名前が通っており、むしろ俺に会ってみたいのだそうだ。お邪魔します。案内されて居間に行くと、奥さんとその周辺を走り回る娘さんの姿があった。ようこそ、主人がいつもお世話になっております。奥さんはニコニコしていて、物腰の柔らかい人だ。娘さんは突然現れた俺に驚いたのか、ママの足にしがみついている。怖がらせては悪いと思い、視点の高さを彼女に合わせて話しかけた。こんにちは。お名前、なんて言うの？すると彼女は顔を真っ赤にし、ママの後ろに隠れてしまった。そんな娘さんの姿を見て、吉尾は大笑いした。はは、正明お前、嫌われたな。なんでそんなに嬉しそうなんだよ。吉尾が娘さんを抱っこすると、彼女はどうやら落ち着いたらしい。俺の方をまっすぐ見て。あのね、ミクっていうの。そうかい、ミクちゃんっていうのか。ミクちゃんはいくつかな？俺がそう問うと、ミクちゃんは吉尾に下ろしてもらい、居間の奥へかけていった。何事かと見ていると、ミクちゃんは自分のバースデーカードを頭より高く掲げて、3歳と元気よく教えてくれた。最初こそ怖がられてしまったものの、ミクちゃんは時間とともに心を開いてくれた。何時間も経った頃には、わざわざ絵本を持って俺の膝に座ってくるようになった。これ読んで。ん？お、いいぞいいぞ。言われた通りに読んでやると、ミクちゃんはきちんとお辞儀とお礼をした。3歳でこんなに礼儀をわきまえているとは驚きだ。パパにも見習ってもらいたいものだ、なんて思いながら頭を撫でて褒めると、彼女は嬉しそうに飛び跳ねる。その姿を見ていると、次第に、子供っていいな、と思うようになった。夕方になり、お別れの時間がやってきた。帰っちゃうの？うん、さようなら、ミクちゃん。やだやだ、帰っちゃやだ。今日一日で、異様なほど懐かれてしまったようだ。帰ろうにも、ズボンをつかまれて身動きが取れない。こらこら、おじさんが困ってるだろ。そんなミクちゃんを、吉尾が半ば強引に抱き上げた。彼女は今にも泣き出しそうな顔をしている。ミクちゃん、また遊びに来るからね。はい、約束。そう言って小指を出すと、彼女も小指を出してくれた。再会を誓って指切りをすると、ミクちゃんは突然俺の方にキスをした。驚く俺をよそに、吉尾は憤慨する。おい、正明、なんだお前、もう来るな。二度とミクには会わせないからな。顔を真っ赤にしながら、吉尾がそう叫ぶ。すると今度は、お父さんに対抗するかのようにミクちゃんが大きな声で叫んだ。なんでそんなこと言うの？やだやだ、パパ嫌い。
ミク？あはは、どうするんだこれ。困惑する俺、大泣きするミクちゃん、顔を真っ赤にするヨシオ、それらを見て微笑む奥さん。別れ際の玄関は、そんなカオス状態になったのであった。裁判官として忙しい日々が続く。この仕事は非常に責任が重い。俺の仕事次第で人の人生が大きく左右されるからだ。だが、責任の重さに伴ってやりがいも大きい。せっかく掴み取った夢だ。きちんと職務を全うして立派な裁判官になりたいと思っている。俺が今、こうして頑張れているのは周りの人のおかげだ。ずっと俺や弟たちのために仕事をしてくれていた父、亡くなった父の無念を晴らし、俺に法曹界の魅力を教えてくれた小堺さん、倒れてもなお温かく支えてくれた母、背中を押してくれた安志さん、そして何より、諦めるなと葉っぱをかけてくれたライバル、それから慕ってくれるミクちゃんもか？ともかく、みんな俺の大切な人たちだ。そんなたくさんの人に、俺の人生は支えられているのだと、思い返してみて、改めて実感した。その人たちのためにも、きちんとした裁判官らしく、品行方正にこれからも頑張っていこう。仕事帰りに星空を眺めながら、俺はそう誓うのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。